ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなり、まあちょっと、まあ、水曜夕方締め切りということでね、あの先週言いまして、そうなんですね、タイはないんですけどもね、うん、あの皆さんが一生懸命水曜夕方締め切りで送ってくれたおかげで、うん、こうやって生放送でね、あの放送できるわけですけれどもね。まあそうなんですね。はい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 、うん、本当ありがたい話でね、うん、ちゃんとね守ってくれたから、はい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 、うん、でこの間ちょっとネタのその台本とかを、うん、募集したんですけども、ああそうなんですな、なんか読み切れんつって言って、はい、言ってたやつ、あれそうだ、はい、どうなりました？ようやく全部読み切りまして。あそう、結局どんぐらいあったのよ。いやちょ数は全部数えてないですけど、もう100とかそんぐらい？いや紙袋の、うん、なんつったらいいかな、2つ分ぐらい、あ、うん、すごい量でしたね。相当量ですね、はい、それはね、はい、うん、なるほど。で結構地方の方とかも多いんで、どのぐらい本気か分かんないんですけど、うん、ちょっとその、うん、あの何人かの方に、うん、その今までのそのあの、まあ、あの読んだ上でのですね、うんうんうん、あの2つ目の課題をねちょっとお送りして、いいですね、2つ目の課題だから本当に一生懸命送っていただいて本当にありがたかったんですけども、うんうん、現時点でその連絡がない方はちょっとまた次の機会にという、なるほどね、取りさせていただきたいな。それはそっか、そうか、うん、その発表を持ってってやつだね。発表を持ってってことになりますね。通過した人は、はい、ちなみに何人ぐらいいるんですか、その、まあ、全体の何割というか、その何分の何というか。ちょっとそれはね、うん、僕もそれ自体数えてないんですけどもね、うんうんうん、まあ、吟味に吟味を重ねてって感じですかね、うん、まあ、通過者がいるってことですね。はいはいはい、なるほど、いいですね、開示みたいですね、なんかねそんなに激しいものそう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 だからなんかちょっとその、うん、ドキドキしながらなんですけどもね、うん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 、なるほどね、はいはい、うん、でまあちょっと話変わるんですけど、うん、今日はあの駆け込みドクターの収録、まあ、土曜日なんでね、大体まあいつも土曜日に駆け込みドクターは収録してるんで あったんですけども、あれ土曜日か、はい、うん、休憩2時間の特番撮ってて、まあ、収録がまあ4時間弱ぐらいあるんで、うんうん、休憩が入って、うんうん、でまあ、20分休憩ぐらいがあったんですけど、うんうん、その休憩時間中にその終わる時間がね、うん、まあ19時に再開っていう時に、その久本さんも含めてですね、うんうんうん、お医者さん、大御所のタレントさんなんかもゲストで来てくれてるんですけど、うんうんうん、春日さん以外が全員揃った状態で、うんうん、5分春日をみんなで待ったんですよ、うん、まあ、7時5分に春日がちょっと現れまして、でなんかそれであいつめっちゃ焦って走ってくるんちゃうみたいな話を、うんうん、久本姉さんとしてたんですけども、うん、悠然と歩いて、入ってきましてでなんかその何て言うんですかね、うん、内訳聞いたら、まあちょっとピンとくる方いるか分かんないですけど、うん、そのトイレかなとか、うんうん、まあ、なかなか珍しいんで春日が、時間通りに帰ってこないの、うんうんうん、トイレかなとか思ってたんですけど、うんうん、今昔庵で飯食ってたっていう、うん、ナポリタンねもうどうしても、うんうん、やっぱり食べたかった、そのボディビル終わって、うん、食べたいものリストの中入ってたからね、今昔庵のナポリタンつってここしかないって思ってね。いやでもそのいやみんな待たしてるんですよ、それこそ総勢で言ったら、うん、もう15人ぐらいですよ。まあお医者さん入れてそうだね。いや5分待ってたっけ、しかも、うん、その予定時間過ぎてるんですから、うん、7時5分で、うん、それはちょっと俺は天狗なんじゃないかなってちょっと、うん、心配になってちょっとスタッフさんとちょっと相談しちゃったんだけどね、うん、なんです、何の相談。いや春日なんですけど、うん、天狗なんすかねストレートな相談どう思いますぐらいから入んねんな、うん、ストレートに言ったね、どう思いますつって
いやー、ちょっと困った顔してた。いやいやいや、それは申し訳ないなって。まさかあんなに揃ってると思わなかったから。でも7時5分だから、うん、揃うだろ、そら。7時で再開だ。いや、中にはちょっとね、うん、その遅れてくる女性が多いが。いやいや、7時って言ったら7時だろ。まあ、若干やっぱ焦りはしたよ。スタジオ入った時。だってそのこんじゃくで食ってたのよ。あの、なんならもう粉チーズかけてる瞬間ぐらいですよ。こっから行ってやろうっていうぐらいの、本格的にね、っていうところで、その D ちゃんが来てさ、こんじゃくに。ああ、そうだったんだ。そうそうそう、呼びに来て、ガサガサつって。ガサガサ待ちです、つって。なんか、もう、ニヤニヤしてんのいや、だからもう、その時点で、その時点で、その、もう全員が春日のこと待ってるからね。で、待って、じゃあ、で、あ、そうなの？って言って、うん、その、言って言って、うん、そんなに、だから、何、まあ、完全に全員があんなビシッと待ってるとは思わなかったのよ。ああ。D ちゃんがニヤニヤしながら来たからさ、ケザさんみたいな。で、行ったら、まあ、ビターッと揃ってたからね。うん、ちょっとだけはまあ、焦ったけど。いや、あれはまずいよ、まあ。いや、でもあれはね。まあまあまあ、しょうがないじゃん。いや、そう、田中さんブチ切れてたぞ、お前。アンガールズの？うん、まあ別に、奴が切れてたところで。後輩だしね。いや、まあな。まあ後輩なんだよな。まあまあまあ気をつけますよ。まあみんな雑談してましたけどね。まあそうね。それどうしたの結局、ナポリタン。な、あの、パックしたの？全部食べたよ。え？じゃあ、春日さん待ちですって初めて聞いた時はナポリタンは何分の何ぐらいまで住んでたの？ね。ああ、でもね、うん、あの、もうほう、ね、残り3分の1ぐらい。あ、3分の1ぐらい。うん。だから、うん、私の中のナポリタンの流れで言ったら、うん、ちょうど粉チーズをかけて味変えて、あの、もう一つ上のステージ行こう。かなっていうぐらいの時だったから、さすがにそれ残していけねえなっていうことで。あとさっき、そのボディービル終わったら絶対食べたかったんだよって、言って上場酌量求めてたけど、19時再開って決まってるから、関係ねえからな、そんなの。いや、上場酌量、私の中でよ、だから。それで許してる。ボディービル頑張ったから、じゃあしょうがねえな、なんて。大人の社会では誰も思わないからな。19時再開なんだから。いやいや、そういうつもりじゃないけどさ。私の中で、それはあったのよ。あ、そうね。コンジャゴね。食べましたよ、だから。まあまあまあ。だから、19時再開だったら、19時再開のつもりで、戻ってこいよっていう話だよ。まあ気をつけるよ。次回はね。うん。うん。ただ、こんじゃくわんが作るの遅かった。いや、遅かったとしても、来て、19時まで時間あったら、ラップがなんかかけて、また帰りにチンして食べますんでっていう方法とかもあるわけだな。いや、ちょっとはめられた。こんじゃくわんにあの親父にはめられたな。はめられた、はめられた。ちょっといつもよりちょっと遅かったもん、そういえば。ああ、今思い出した。腹立ってきた。あの、この野郎、あの、髪結んださ、あのさ、こんじゃがなんでこういう話の時に負け顔できないの、なんかもう、超ビビってんだろ、もう。いやいや、罪悪感が湧いちゃって、もう謝れないんだろ、逆に。もうこれはもう、どこどこに行くしかないっていうね。あ、そう、うんそう、ちょっとやっぱりね。まあまあ。気をつけるよ、次ね。うん。まあまあまあ。まあ、そういうこともありますけどもね。申し訳ないよ。いや、でも、たまにこの春日が、その、駆け込みドクターで、なんか、VTR、BTR、行けーみたいに言ってる時に、本気で怒ってる大御所の人がいるんだけど。で、それ俺見るの結構楽しみなんだけど、今日私ね、あっちの方ほぼ見てないのよ、声から。カメラ見るからね。カメラ見るし。で、うっかり八兵衛の、高橋さんっていう俳優の方、どんな顔してるんだろうなって見たら、どうだった？めっちゃハマってたの。爆笑してんの、一回目から。で、あの年代でハマる人を初めて見て、なんか、あのノリがちょっとよくわかんないと思うのよ。普通、その大御所の人が、ちょっとね、ムッとしてたりする人いるの、こうやって、春日が。うわ、ん、
ーとか VTR、うわーとか言ってると、なんか、怒ってる人いるんだけど、それを見るのが俺楽しみなんだけど。うんうん、もう、なんか、で、俺が大体ね、次の進行行こうとするのに、さあ、続いてのランキングなんですが、って言った時に、待てーとか言って入ってくるのよ。うんうん、で、まあ、結構それが編集で落ちてたり、まあ、生かされてたり、まあ、様々あるんですけど。あの、でもいらねえとこともあって。すまっすぐに聞けないでしょ。で、その、急に、もう、春日ってオープニングとエンディングしか喋んないんですけど、駆け込みのドクターは。あの、急に入ってくるのよ、春日が。その、うん、要するに、さあ、続いてなんですが、つったら、待てーって急に大声出すから、うん、あの、ほんと、60代以上の方、ほんと体がビカゴってなってる人がすごい多いのよ。うんうんうん、まあ、そうだろうね。で、そのなんか、うん、同年代の芸人さんとかだったら、春日ってそういう入り方するみたいなデータがあるけど、うんうん、その考えられないね。いや、そうだよね。でもそのね、なんかね、まあ、ゆっくり行こうじゃないかよ。待てーって言った後、うん、まあ、ゆっくり行こうじゃないかよって春日が言ったら、うん、高橋さん爆笑してた。なんだろうね。で、なんかね、うん、途中で、なんか、俺は思ったんだけど、うん、なんかその、まあ、ゆっくり行こうじゃないか、うんうん。急ぐ収録じゃなかろうみたいに春日が言うんだけど、俺はね、そのね、うん、高橋さんをちょっと分析したの、なんでこんなハマってるの、そのね、うんうん、肛門様あるあるが、こう、オーバーラップしてんじゃないかなって。思ったんだよね。ああ、なるほどね。まあ、ゆっくり行こうじゃないかよっていうのが、うん、いや、なんかこう、あるあるとしてオーバーラップしてんじゃないかなと思って。ああ、なるほど。うん、なんか一回高橋さん入ってきてくれなかった、そういえば。一回入ってきた、ね。一回三回ぐらいあったじゃん。うん、まあ、待ちたまえよ、つった。うん。うん、若さん、みたいな。若さん、エンディングは逃げないよ、みたいなこと言ってさ。だから若さんが、その、スケさん。うん、これとこうオーバーラップして自分の中であるあるとして消化されてんじゃないかな。うん。カスさんもね。うん。若さん、カスさん、ヒサさん、スケさん、カクさんみたいな。うん。言って、なんかでね、そういえばそうだ、そうかもしれない。でもね、うん、なんか最後、3回目か4回目ぐらいの時に高橋さん入ってくれたのよ、確か、うんうんうん。なんか、なんだっけな、気楽に行きましょうよ、うん、みたいな。あ、言ってた、言ってた、言ってた、一回。言ってたから、おっと思って、で、うん、私もそのなんとなくその肛門様のね、うんうん、感じでハマってくれてんのかなと思って、うん、そう、じゃあ茶屋で団子でも食べましょうかみたいなこと言ったの。うん、それすげえ滑ったよ。じゃああるあるじゃない。あれ？こびてきた感じがしたのかな。寄せすぎ。なるほどね。うん、難しいな。いやー、うん、ちょっと今度スペシャルウィークにね、うん、高橋さん呼ぼうかな。何喋んだよ。何喋んなよ。うっかり八兵衛の裏話。いや、そんなに、そんなに、まあね、聞きたかないってことはないけどさ。うん、そんなに。あ、そう、うん。そこまで。そこまで。あ、そう。いやー、そうだな、うん、不思議だね。ボギーオロゴンがね、あの、高橋さんに、うん、お前って言ってて一回話しかけてましたけど。ボビー飛ばしてたな、今日。あれ何なんだろう。ボビーと春日の途中で始まった手押し相撲の応援あるのかな、駆け込みドクター。ないでしょ、あんなもの。あんなものどう使うのよ。フルで使ってほしいな。いや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 。いや、急になんかボビーが、お前の筋肉が見せかけなんだよ、みたいな。なんだおいみたいな感じもあって、うん。見せかけだろ、本当に使える筋肉なのかつって、うんうん。お前の筋肉こそそうじゃねえのかのが、うん、結構、9ターンぐらいやって、笑いゼロだったんですよ。9ターン、スマッシュゼロ。うんうんうん、あの、温泉でやる何回ラリーが続くか挑戦してんのかと思ったもん。あの、卓球の。2、3、4ってやってるやつかと思ったもん。二人で。うん、まあね。その後真ん中に二人とも降りてきて手押し相撲が始まったんですよ。うんうん、で、じゃあ、一言、言ってやってくださいよ、つって、したらボビーが、春日に、モス、うん、って言って、なんか春日も返してやってくださいよ、って、トゥースって、うん、ボビーどうすんのって、モス春日も、トゥース、うん、これを大体7ターンぐらいやってね、スマッシュゼロです。
素晴らしいでしょ。高橋さん爆笑してたぞ。やっぱそれはやっぱ私とボビーの間信頼関係あるから。この間釣りのロケ一泊二日で行ってるからね。いやちょっと待ってくれ。沖縄のカナダから行ったらレズの友達よ。いやあんだけ長時間ロケしたならもうちょい見応えあるラリーしてくれよ。いやいやいや、だからゾッとするでしょ。その沖縄のロケなかったらもう倍になってたターンが。ボビーがね、あのプライベートの映像で、うんうんうん、あのワニの足を煮込んで食べてましたけどもね。手でワニの足食べてたんだけど、がっつり足なのよ、フォルムが。なんかこう、うん、皮が剥がしてあるとかじゃなくて、うんうん、ね、そうね、ワニの足手で掴んで煮込んだやつ食べて、うん、すごいよな、やっぱ文化の差だけど。ナイジェリアの料理やつってね、なんかね、そう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 、うん、食べてたな。いやすごいよな。楽しみだな、親が。俺でも、うん、ボビーオロゴンって好きだな。うん、だあの誰が MC やりたいの将来、うん、MC、うん、別にやりたくないよ。あ、そう、うん、まあ、うん、やりたいやりたくない関わらず、まあ、話来ないと思うんですけど。なんで聞いたんだよ。じゃあ失敬な男だね。いやいや、でもほら、うん、あれやってんじゃん、あの予備校へ行こう。あ、学生ヒーローね。あ、そうそうそう。学生ヒーローちょっと残そうぜ。学生ヒーローの学生がヒーローズかどっちか、うん、あれだって一応 MC として、だってあれだって今全部の関東圏のレギュラーで一番長寿番組でしょ。今ある番組の中で。まあご長寿はご長寿、まあスクール革命と同じぐらいじゃないでしょ。同じかちょっと、うん、結局そうよ、うん、うん、まあや MC っていうか別にあれはね、うん、うん、そんなにこう振ってなんとかっていうわけじゃないもん。リアクションする人ぐらいだからさ、うん、言ったら何年やってんの。何年だ、6年目。6年やってん、6年目か、うん、実際どうなの、その 6年やってるとさ、うん、なんかこの何、うん、その春日がさ現場でさ、うん、ブチ切れてさ、そのフロアのインカムを分取ってサブに怒鳴ったとかやっぱあんの、うん、6年やってあるよね、ちょっと。いやちょっとないね、期待に応えられなくて。今度やるわ、じゃあ。そしたら、うん、でそコントとしてでしょそれ。いやコント、まあ、なんかあったらね、別にそういうのはないから。 ないもの。もうさ、うん、全然ムカつかないんだろお前、生きてて。そんなことはないよ。で最近、うん、一番ムカついたこと何？最近ムカついたこと？うん。あー、なんだろうな。あ、ムカついたこと？うん。家帰ったらさ、うん、むつみそのドアに、うん、なんだろうな、あれ、うん、接着剤かな、強力な。うん。接着剤で、うん、チンコがついてたのよ。どういう模型？模型っていうか、なんかあるじゃん、そのバイブじゃないさ、うんうん、リアルなさ、うん、あれがついてた時は、うん、ちょっとさすがにムカついたね。あ、そう。取れねえから。がっつり接着剤。がっつり接着剤で。あ、でガーって引っ張った、なんかゴム製みたいな感じでさ、そのビビビビビビビみたいな感じで取れてさ、そのゴムのあれがそのドアにさ、ついちゃって。てるわけですよ。だからそれをもう夜中よ、うん、もうなんとか撮りたいからさ、うん、ライターでずっとこうやって炙ってさ、危ないよそれ。溶かしてさ、うん、でこう拭き取ってさ、うん、1時間半ぐらいかかったよそれ。それもそれノブとしてつけられたのかな。ノブっていうか、そのドアの、うん、その真ん中より下ぐらいだから、あ、ノブではないよね。あ、真ん中よりちょい下ぐらい。真ん中よりちょい下ぐらい。ノブとしてつけたんじゃなくて。うん、ノブじゃないね。へぇ、うん、鍵とかなんじゃないの本当は。鍵？うん。どういうことで鍵？いや、例えば、その、フェラしたら鍵かかっちゃって開くとか、その、フェラ認証っていうかさ。なるほどね。うん。指紋とか。何がなるほどねだよ。調子こいてんじゃねえよ。申し訳ない。
そういうシステムとしてつけてくれたんじゃないのかな。のかな。じゃあ取っちゃったよ。だからそういう、うん、そ何されることっていうよりも、うん、後処理に時間かかるのはやっぱ腹立つな。あ、後に残るみたいなさ。まあでもなんかもうちょっとしょうがないよな、うん、いたずらっていうのはな。でそのこのラジオでも話してないようないたずらもやっぱりあるの。でもなんかあの黄金伝説の漁港ロケで起こしに行くたんびに、なんかやっぱお土産みたいな置いてあるもんな。もう毎日来るやっぱり。毎日ってことはないけどね、うん、まあ一週間に何回かやっぱり、うん、うん、置いてあるよね。あ、そう、うん、あ、だいぶ減ったけど、だからいたずらもあんまないけどね。最近はあんまないんだ。最近はないかな。だから久しぶりだったから、あ、余計腹もっていうね。まあなあ、うん、考えてやるんだろうな、後処理ね、うん、うん、っていうぐらいで、まあほとんどないですよ、その何かに、うん、うん、本気で腹立つみたいなことは。ああ、そう、うん。うん。そんなにそのね、うん、AD さんを怒鳴るみたいなことももちろんないですよ、だから。ああ。うん。なるほどね。だってないでしょ、言っても。そんなに、うん、切れるってことは。なんか、うん、俺の、俺いつ、昔もちょっと言ったことあるんだけど、うん、すごい人に対して、うん、あの街とか歩いてて、うん、こん、みんなどのぐらいも、どけよってすげえ思うんだよな、街歩いてると。どけよってどういうことですか。まあ、集団で道塞いでるとか。いや、居酒屋から出てきて、うん、飲み終わったばっかりで10人ぐらいで店のとこでたまた超でかい声で話してて、道いっぱいに広がってるから、うん、その真ん中を通り抜けるとき向こうテンション上がって大声だから耳元でいやーみたいな声出されて、うるす、うんうんうん、どけよって思うの、すごい。ああ、なるほどね、うん、みんなどのぐらいどけよって思ってんのかなって思って。それはまあ、どけよとは思う、思うよ。思う？うん。それにこやかに見守れないよ、さすがに。ああ、そう。うん。いや、昔からなんだけど、あの、まあ、何回も言うけど、うん、コンビニで、あの、飲み物入ってる、開けるガラスのとこの、直前のとこで選んでるやつ。どけよ、うん、と思って。50センチ間開けるだけで、入ってもいいスペースになるわけじゃない。まあね。あとあの、スーパーで、家の近くのスーパーの歩道が狭いんだけど、買い物し終わった後、買い物袋カップルが片手持って腰に手回して、ゆっくり歩いてんで、どけよと思って。こんなにどけよって思うのかな、みんな、と思って思うんだよね。あとあの、お会計、お店でお会計するとき、一人がおごるんで決まってんだ、払うやつは。したら、残りの奴らはレジンとかいないで、外で待ってる、どけよと思って。なるほどね。いけんじゃん。どけよ漫談いけんじゃないの。いけるかな、うん、どけよでさ。ブリッジが。今更俺さ、うん、その、どけよつって爆笑来たところでさ、あんま嬉しくねえよ、俺。受けたとしても、あんま、あとなんか、単調だよ、ネタとして。いや、それはなんかさ、抑揚つけてもらった。いや、そんだけあるんだったらってことよ。ね、どけよって思う、どけよの種類が、そんなにあるんだったら、うん、5分ぐらいの漫談いけんじゃないのって思うよね。あ、そう？うん。ああ、それだったら、まあやってみてもいいんだけど。ああ、まあ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 。街いっぱいになってたの、うん、あの、海外の人の観光客とか、うん、街に。街の案内図みたいなボードみたいなのあるじゃん。あ、すごいなんかすげえテンション高くなりながら、観光ブックも、持ちながらなんか、おお、なんとかなんとかとか言いながら道いっぱいで話してんで、多分ここがなんだって、どけよと思って。まあね。わかるわかるよ。わかる。うんうんうん、ちょっとこう開けてあげるとか、みんなのね、譲り合いの精神があって、うん、それがすごい、なんでどかないことがこんなに腹立つんだろうと思うんだよね。みんな多分こんなムカついてないはずだと思って。ああ、でもそん、まあ、どけよと思うことはあるけど、うん、そんなにポンポン出てこないよね。ああ、だから、うん、そんな深く刻み込まれてないっていう。だから、その集団でなんか飲み会のあたり道路広がってとかもちろんあるけど、で車左折するときもさ、うん、赤信号で待ってるやつがさ、縁石あるだろ、うん、一歩だけ車道に出てるやつがいるんだよ。その一歩出ることでお前のその目的地の到着時間が短縮されるのかと思って、
なんでそこ立ってんだよと思って、どけよと思って。いや、なんでそんな笑ってんのよ。いや、すぐポンポン出てくるなと思ってさ。いや、だって、違う違う、その、いや、わかるよ。後ろから押されて出ちゃうじゃないじゃん、あそこって。なんでそこ立ってんで、どけよと思って。で、そのなんか、何の意味があんだよと思って、遠赤から、お前がその、早く行きたいっていうのがもう一歩に現れちゃってんじゃんと思って。もう俺の、競走馬がゲートにガッチャンガッチャン当たっちゃってるみたいなもう、イメージなのよ。なるほどね。バカなんじゃないのかと。誰にとっても得ないで、お前も別に、その一歩で別に早くつかねえしと思って。まあ確かにそうだな。もうそれ一日朝見ちゃったらもう二日は機嫌悪いもんね。いや、 やっぱ、毒用漫談やって、発散させた方がいいよ。でも、二日引っ張ってるんだったらもう。いや、でも俺結構今4つぐらいエピソード出して、まあ、奥田の反応見るとあんま受けない。いや、そんなことないよ。お前なんで俺に毒用漫談で R1 出さそうとしてくんだよ。やっぱり似合うからよ。毒よって言ってるのが。見てみたいなっていうね。どけよって思わない？なんでそんな無神経なのと思って。まあまあ思うよ。思う。歩くの遅いよね。みんな。お前早い方？あ、お前の遅いか。私はまあ結構早い方。なんで早いんだよお前漫才で遅いのに。反動だろうね。やっぱギャップやギャップ。なんで早いんだよ歩くのが。じゃあもっと漫才の時も早く来いよ。これね、そう、結構早く歩けんのよ、実は。あ、そうだぞ。うん、まあ、だから、別に、ゆっくり歩く目、なんか目的地に、のために、バーと歩くよね、私もね。ああ。そんなにゆったりは歩かないから、街でね。だから、どけよと思うことあるよ。ああ、やっぱりある。広がってさ、二人までだなって思うよね、広がるのは。ああ。三人とか四人で横になって、ああ、いや、いるよ、いっぱい。うん、一人後ろに行けよと思うよね。2-1 で。そうそう、2-1 か2-2だな、4人だったら2-2、うん。で、1人、その3人並んでるやつのうち、1人喋ってなかったりするからね。それは。うん。じゃあ3人横に並んでる意味ねえだろ。どけよって思うけどね。やっぱ似合わない。似合わないでしょ。俺やっぱり。やっぱ若林さんのものだよ。だからやってほしいのよ。じゃあやるよ、じゃあ。じゃあやるよ。やってそうね。イベントでやった方がいい？それとも、このラジオでやった方がいい？まあ、せっかくだから、このラジオでやってくれんだったら。じゃあ、今度、ラジオのイベントが、またどっかであった時でやるよ。どけよ、漫才。いや、それはもういいよ。なんか、すげえ先の話になりそうだし。そう。うん、急に。ビッグスモールとタイガの間に挟んでくれない？いや、ダメよ、やりやすい空気作っちゃ。こんなビッグスモール盛り上げてさ。うん、それはウケますよ。あ、そう。ダメよ、そんな。ダメ。そんだったらもういいよ。わかりました。やんなくて。じゃあ、やりません、じゃあ。いやー、思うんだよ。なんかあるんだろうな、自分の中のツボ。切れ線の部分がね。なんで気づかねえんだってとこなんだろうね、多分ね。うん、だお前の、楽屋の温度勝手に下げるのとかと一緒なのかもしれない。なんか、配慮してないのが腹立つのかな。ああ、そうかも、そうじゃない。ねえ。なんで気づかねえんだよっていうさ。うん。自分以外の人のことっていうことなんじゃない？ああ。うん。いや、そうなんじゃない？お前んちかと思うのかな。いや、そうなんじゃない？うん。うん。でも、その赤信号出てる人はちょっとよくわかんないけどね。種類が違うから。あ、時計をつながりであるけど、ちょっと種類が違うんだ。だから、その横に広がってとかさ、その集団でいるとかは通れないから、時計を、じゃないですか。うん、その赤信号で一歩出てるやつは通れないことではないじゃない？あ、そうね。通れなくはない。なんで出てきてんのかよくわかんない。うん、そこのまた種類の違う時計をだよね。そうだね、そうだね。うんうんうん、いろいろ、この世にはいろんな時計をがあります。まずは、つって言ってさ。はい、入りがね。
この世にはいろんな度計王があります。その点で分かんないからね、度計王って何なんだろうなって思うよね、うん、見てればね、うんうん、その度計王を今日は皆さんに見ていただこうと思います。あ、オードリー若林です。あ、おしゃれ、おしゃれだね。見たことはあるね、なんかね。あ、そう、なんだろうな、ある。誰なのかちょっと、まあ、ホワイトボード使ってやろうかな、じゃあ。うーん、ああ、いいじゃないですか。うん、時計を教えるっていうね、うん、俺タイガさんがさ、まあ、本人にはちょっと言えてないんだけど、うんうん、昔そんなことなかったんだけど、うんうん、もう店でちょっと声が大きすぎるのよ、うん、タイガさんが。それはね、そのテンションが上がってた、酔っ払ってってこと？いや、あの普通の時も。あ、普通は、へえ。結構あの、うん、いつもゴンちゃんと、まあ、あの幡ヶ谷のカフェでさ、うん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 、まあそこそこ、こうなんだろうな、なんか、うんうん、カフェっぽいカフェなのよ、うんうんうん、だから大きな声出すような感じの店じゃないんだけど、すげえでかい声で「わっ！」とか言うんだよね、あのなんかいじったりすると、うんうん、でも後ろのタイガさんの後ろの人が見えるじゃん、俺からは、うんうん、トイメン座ってたら、うんうん、ピクッてなったりしてる肩が、うんうん、喧嘩のちょっとね、うん、でも言えないんだよね、雰囲気になるもんね、うん、それでも言った方がいいんじゃない、いや思ってたから、心の中では「ど、うん、けよ！」と思った。いや、どけよは関係ない。こういうゾーンにも入ってるよ、それ度胸じゃねえだろって中盤入ってくるよ、こういうのも。なるほど、そういうことか。なるほどね、展開していくわけね、うん、はあ、いけんじゃないですか。いけるかな、うん、DKY 度胸よ、ブンブン。あ、いけんじゃない。DKY っつって、バンバンって。あのさ、BKB はさ、俺あの、うん、e-girls さんの番組で、あの、ネタのコーナーもたまに何週かやるんだけどさ、うん、もうブレイク間違いなしで BKB 出てくんだけど、あの人何年 TBS にブレイク間違いなしで出てくんだよ。今年はブレイク間違いなしでもう3、4年やってるだろ、あの人。やってるね。あれ何なんだ、あれ。何なんだろうな。BKB 、うん、確かにそうだな、ねえ、不思議な人だな、あの人も。まあちょっと始めますか、はい、ね、うん、いきましょう。日霊プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン、この番組は美味しい瞬間を届けたい日霊愛の大学、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。先ほどあの、うん、フジテレビで一本グランプリが、うん、まあありまして、うんうん、それ見てからラジオ聞いてる方も多いと思いますけども、ね、うんうん、まあ私そのまあ予選3位という、うん、まあ非常に応援してくれた方はもうもしかしたらもうブチ切れてるかもしれません。これもう、うん、今日が本当に収録で良かったなと思って、もしこれが生放送だったら帰る時にね、出待ちに生卵をぶつけられてる。そうだね、王冠との状態だね。かもしれませんのでね、うん、まあ、本当に水曜日の収録で良かったなと思ってるんですけど、非常に不甲斐ない結果で申し訳ないなと思ってるんですけど、うんうんうん、5年ぶりに出たんですよ。あら、お久しぶりです。あ、5年ぶりですよね。で、もうね、5年前の俺どんな感じで出てたのかなと思って、ちょっと5歳若いわけですからね、今より。まあ5年ぶりだからね、うん、うん、そりゃそうだわ。いや、すげえな5年前の俺と思って。俺準優勝してんだよ。はあ、2010年、31ぐらいでしょ。ああ、それテレビで2008、そっか、1年ちょっとぐらい出たってことだ、そのテレビに出だして。もう5年前の俺に頭が上がらないほど緊張してたんですよ。うん、多分5年前絶対こんな緊張してないなって思うぐらい。それなんでなの？その。
わかんないんだよ。それはでも、ええー、だって最初に出た時は緊張するでしょ。5年前の方が。いや、俺ね、そんなに緊張してる記憶がない。滑らない話は人生で一番緊張した記憶があるの。最初に出た時？心臓の音が普通に聞こえてきたんだから。滑らない話。ドン、ドン、ドンっていうのが、もう、本当ヘッドホン聞いてるみたいに心臓の音聞こえてきたんだから。ドン、ドン、ドンって。はぁ、クラブか、と。クラブかっていうぐらい。あれSE、SE 流れてる。もう天井見ちゃうぐらい。周り確認するぐらい。ドン、ドン、ドン。人生で一は滑らない話。ああ、それと同じぐらい緊張するもんじゃないなって、最初の一本グランプリを。しかも 31？ いや、こう言っちゃなんだけど、なんか非常に失礼かもしれないんだけど、好きだから、大喜利が。なんか楽しみだったんだと思う、すごい。なるほど、ね。で、あとなんか、勝てるわけないと思ってたから、ね、先輩たちに。なんか気が楽だったのかもね。若手っていう扱いだったのかもしれないし。はい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 。レジェンドたちと大喜利できることが楽しみだったのかもしれない。だから変な気負いもないし。ないない、何もないよ。なんか爪痕残そうとか、うまくやんなきゃダメ、まずいだろうとか。うん、だからそういうのもな、もう、楽しみっていう方が勝ってたんだ。言ったら。今回はもう完全に、もう、萎縮してました、ね。それ何が違う？その5年前と、その今回のやつとその気持ちというかさ、その望むにあたっての？なんだろうな、なんなんだろうね。ちょっと自分でも解明できないぐらい緊張してて、前の日の、もう前日から緊張してて、夜ね、あれ？もう緊張してると思って。前の日の10時頃夜。あれ、もう緊張してると思って、心臓がドキ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 してんのよ。だから、エアロバイクの、エアロバイクが脈拍測りながら、漕ぐやつで、耳たぶにね、つけて脈拍が出るんだけど、クリップみたいな。ちょっと俺、脈拍見てみようと思って、耳たぶに脈拍のつけて、別に漕がないで、ちょっと横に立って耳たぶつけたら、心拍数が120ってなってて、すぐエアロバイクから降りてくださいのマークがついてたんですよ。もう危ないやつだ。でも明日一本グランプリだと思って、まあ、11時、早め寝ようと思って、11時に、ベッド入ったんですけど、まあ大体、まあ2時まで眠れなくて、これはもうどうしようもないなと思って、まあ、その後、ね、まあ服着替えて、ちょっと一人カラオケに行ったんですけどもね。なんでそんな発想になるのよ。緊張してたから、なんかそれを吹っ飛ばさなきゃいけないと思って、そこから一人カラオケに、2時からはい。行ったんですよ、マスクして。帽子かぶって。で、まあ、クレバーを散々パラ歌って。クレバーナイト、一人クレバーナイト。一人クレバーナイトして、それでまあ寝て、でまあ、なんとか眠れてね。じゃあよかった。次の日起きたら、まあ、ちょっとだけ声が潰れてたんですけど。いやいや、それまずいね。影響出てんじゃないだって。で、一本グランプリまでは声、残っててほしいから、昼の仕事、別の仕事があったんですけど、まあ、春日のボケにまま突っ込まず。いや、頼むぜ省エネ運行したんですけどもね。いや、それ、クレバナイトやってるからよ。まあ、うるせえな、お前とか言う突っ込みはしないでね。ちょっとね、おかしなこと言ってますけども、ぐらいに抑えて。で、現場入ってね、5年前よりこの押すのの押し方がすごく激しくなってると思うので、とにかく早押しだけ頑張ってくださいってスタッフさんにこう言われたりして、で、まあ本番始まって、まあ本番始まっちゃうといつもこう、話してくれるメンバーの、そこまでだったんですけど、ただその、なんつうんだろうな、少しのごまかしも効かない、メンバーが袖に固まってるのの空気がすごいね。もう、本当に、もうレザボアドックスみたいなさ、みんなスーツ着てるし。なんかもう、どうしたって内面騙せないみたいな、その、猛者が揃うじゃない。でそれで、始まって、最初は、まあ、オンエアあれですけど、B ブロックだったんで、採点から始まるんですけど、
で、採点して、うん、あ、そう、すっごいレベルが高いのよ。うんうんうん、高かったじゃない、そうそうそう、A ブロックが。もう、そうです、そうでしょう。で、B ブロックに変わって席をね、入れ替わるときに立ったら、ちょっと歩きにくいのよ。なんか、あれ歩きにくいな、と思って。うん、なんかこの軽く多分腰抜けてたんだよね、多分ね。なんか歩きにくいなと思って、あれ足がなんか、思うように前に出ないなと思って、なんか移動するとき席を。でもそれでももうやんなきゃいけない。私もね、修羅場くぐってないわけじゃないですからね。そりゃそうですよ。大井競馬場から、敗者復活して M1 とかも経験してるわけですから。2008年。うん、7年前だね。うん。メガネのフレームで G 行為もしたことありますしね。修羅場だよ。うん、自分で。修羅場くぐってるわけですよ。親父のサングラスのフレームを削る。それに比べたらね。それに比べたら、それこそヘデもない。うまい。それに比べたらもう、って自分に葉っぱをかけるんだよ。もうそうしないともうね、崩れちゃいそうだから。頑張れ頑張れ自分と。で、うん、1問目が出てご覧になった方いると思いますけど、カルタのお題で、ケというお題で、なんか古代日本の格好した袋、大きな袋を持った人がウサギを、ウサギとなんかこう、まあ、手を繋いでるような絵で、で、袋があったんで、検便回収しますっていう、ケ、これなんかね、こうね、自分にのこう胸にこうペンが進んでいくときにね、自信が湧いてきたんだよね。おー。そこで。素晴らしい。うん。うん。でね、うん。これ自信あるな、検便回収しますってね。おー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 。一番と押して。おー、いったね。で、出したんですよ。うんうんうん、したら、7だったんです。くー、しびれるね。もうパニック。これが、せめて8、9。だったら、もうちょっとっていう感じで、もうちょっとの上のことだなって思えたんだけど、7が出た時もパニックです。うん。自信あったしね。自信あったから。うん。直前で腰抜けてるしね。うん。うん。で、1問目で1本が1回しか取れなくて、2問目の真ん中あたりでもう本当に、俺どういうタイミングでフリップ出してたっけっていうのも分かんなくなるぐらい、あれと思って、読みながら出してたよな昔から、とダイナマイト関西とか、5年前の一本でもと思って、俺こんな風に出してたっけなみたいな、もうパニックだね、うん、声の量ってこんぐらいでよかったんだけどみたいな、もうパニック、うん、でまあ、最終問題がそのままファーンって終わってたんですけども、不思議なもんだよね。で、決勝前に、たまりに帰って、タバコ吸う人多いんですよ。ああ、はい、はいはいはい。で、皆さんタバコ吸ってて、俺タバコやめたの10年前の26でしたけど、久しぶりタバコ吸おうかなと思って。誰かに一本もらってもうタバコ吸おうかなと思って。そうで、やっぱ輪の中にいないとね。そう。うんで、まあ、終わって、楽屋で大輔とか、岡田とか、マネージャーもいて、本番前に、福田さんもそうだけど、スタイリストの。本番前に大輔とね、大輔。まあ、俺がもしも、3本ぐらいで、中途半端に終わったらごめんな、っつったの。そしたら大輔が、何言ってんすか、若さんと。ね、10本ぐらい取るんじゃないかなと思ってますよ、みたいな。10本は無理だよなんつって楽屋出たんですけど、まあ、4本だった。3本でもなく、10本でもなく。うん。したらもう楽屋の空気すごかったぞ、書いた時。お、そう？そうなの？あれぞ、どう声をかけていいか分かんないってやつだったよ。みんなが。ああ。重いってこと？重い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 。で、もう着替えなきゃいけない。靴下脱いだ。靴下もうびっちょびちょだしな、もうな。まあまあね、うん。うん。しょうがない。戦った、まあ、証だから。で、家帰って、まあ、眠れないんですよ。うん。で、まあ、10時ぐらい、12時ぐらいにベッド入ったんですけど、寝れないから、まあ、まあ、1時頃、まあ、飲み行こうと思って、一人で。ああ、まあ、もう、俺、沖縄料理が好きで店あって、もう、ほんと、
深夜だけど、もう、ゴーヤチャンプルとか沖縄そばとか、もう、シークワーサーサーとか、一人で飲みまくって食いまくって、そのまま寝てやろうと思って。あら、よくないよ、その寝る前にそんな、ね。もうダメなんですよ、メンタルがボロボロだから。うん。して、外出たらもう、台風直撃の日でもう、街しっちゃかめっちゃかな。もう、早々にビニール傘もガーンって裏返って。俺、びっしょびしょになりながら沖縄料理や着いたら、あの、台風が来るってことでもう、早めに閉店してて。くー雨戸とか頑丈に閉められてるんですよ。絶対やってないね。で、くーって言って、まあ、泣いて、それで、スーパー行って、一番高いパックのフカヒレスープ買って、あら。で、家帰って温めて、飲んで、で、また2時半ぐらいに、ベッド入ったんですけど、寝れなくて。あら、まだ、で、まあ、3時、また同じ店に、一人カラオケ行きました。結局、うんおでもこっからまた始まるからなおいなあおいもう一丁いやいやさ、うん、ちょっと大喜利やるんじゃないよ大喜利いや大喜利よどういうことよいや今話したろ CM 中になんてよちょっと大喜利のお題考えて、大喜利やるからっつって今、いや運じゃないよなんでいや、私のトークのところでしょうが。ああ。いや、ああ、じゃないよ。で、奥田タイムは、分かりましたじゃないんだよ。お題考えますじゃないんだよ。うん。頼むよ。うん。ね。分かるけどもね。次に向けて。練習ってか、その。いや、ちょっとでも時間があったら、大喜利の練習して。時間はないんだよ。君には時間はないんだ。なんで？いや、なんでじゃないんだ。質問することがおかしいだろう。いや、私のお話の。今度から春日のトークゾーンの時に、机の下で漫画読もうから。いや、つまんねえ授業じゃねえんだからさ。いや、つまんねえ授業だよ。いや、つまんねえ授業じゃない。少なくとも授業ではないわ。つまんねえは置いといて。頼むよ。ごめんごめん。そんなも手短に済ますからさ、こっちもさ。頼むよ。若林さんさ、相席やって知ってるかいあれそれ話、相席やって、居酒屋のやつ、そう。いや、クジラとゴンちゃんが行ったっていう話は聞いたことある。あの、クジラはもう結婚してたんだけど。やってるね。相変わらずね。クジラさん大変みたいよ、最近女芸人くどいてて。なんか、それをなんか、誰かの耳に入って、なんかの番組で、ドッキリ仕掛けられて。あ、そう、そこまで。大掛かりというか。で、がっつり引っかかったんですそんなことなってんの、で、また揉めてるってこと揉めてる。いや、もう、てっきりさ、まあ、最近あんまクジラさんの話聞かないからさ、若林さんから。もう、てっきりなんかちゃんとね、またこの、真面目にというか、一回こう揉めたじゃないですか、家で。もうそっから、改心したかと思ったけど。全然してない。今ね、自分のね、親が持ってるビルがね、前面のね、改装、建て直してんのか、新築、一回壊して、そう、マンション。うん、だからね、マンションのね、マンション側から、ちょっと近いとこに、一軒家借りてもらって、そこにタダで住んで庭がついてて、バーベキューができる。家に住んでるよ。クジラさん？うん。で、マンション側から、そのお金を出してもらってるって言うんだけど、そのマンション側からっていうのはもうだって、親なわけじゃない。なんでマンション側、親って言えばいいじゃん。なんでマンション側からっていうの？よくわかんない。なんかあんだろうね、管理会社とかなんか。だからみんなと同じ条件ってことですかね。ああ、そこに住んでた人みんなが、そんな同じような感じ。もともとは親のものだから、家賃払わない。だから一軒家のね、庭のところに、言うなって言われてんだけど。バーベキューパーティーやったみたいよ、そこで。それ地方の話じゃないよね。地方の話じゃないよ。都心の話でしょ？都心、都の話。都でバーベキューできて、庭、すごいね。うん。めちゃくちゃ売れてるじゃないですか。めちゃくちゃ売れてるよ。
パッと見ね。パッと見。はあ、うん、そう、うん。そこまで行ってる。うん、いや、もうその相席屋にさ、うん、ちょっと行ってみたんですよ。うん、なんか、この間。システムはどういうもんなの？システムがね、あのね、なんか、なんだろうな、こっちが、まあ普通に入るじゃない。うん。したら、普通に、だ女同士で来た、うん、お客さんが、うん、まあ店員さんのさじ加減で、うん、テーブルに、入ってくるみたいな、うんうんうん。だからまあ、キャバクラみたいなもんだよね。一般の方なんでしょ。一般の方だけど、うん、桜とかじゃないの？桜とかではないと思うよ。あ、そう。うん、それも中にはいるのかもしれないけど、基本的に多分普通の、すごいね。だ男同士、女同士が来て、うん、だからまさに相席だよね。つけてくれるみたいな、ことで、はいはいはい、行ったんですよ、うん。行ってみたんですよ。うん、あの、パラちゃんと二人でさ。あ、出た。ええ、中川パラダイス。中川パラダイス。うん。うん、やばい男。うん、中川パラダイスとさ、うん、行ってさ、パラちゃんがね、うん、一回行ったことあるとか言ってたかな。うん。で、ちょっと行きましょうよ。うん。みたいになってさ。へぇ、ピーターさんのパーティーの帰りですよ。ああ。うん。行こうよって、行きましょうよって言われて。で、私もまあなんか話には聞いたことあるから、その相席屋って存在をさ、ちょっとまあ面白そうだなっつって、行ったんですよ。うん、新宿の、うん、その相席屋さんにね。うんうん、したらね、ゴールデンウィークで、うん、まあ混んでるのよ。地下の店だったんだけども、階段の上、も地上まで並んでるみたいな。もう12時とかそんぐらいよ。結構いい時間よ、終電とかの。で、パラちゃんがさ、もうテンション上がってさ、あの人、盛り上がっちゃってさ、バーッと下まで行ってさ、うん、店の中入ってさ、僕聞いてきますわっつって言って、うんうんうん、ダーッと言って聞きに行ったら、うんうん、もうなんか、混みすぎてて、うん、今締め切ってますと、うんうんうん。その新たな受付を。うん、もうそれぐらいもう溢れ返ってたのよ。ほんで、上がってきて、ちょっとこれ厳しいですね、みたいな感じ、うん、で。まあ、そうだな、っつって、ちょっともう今日は帰ろうか、と。言ったら、うんうんうん、いや、ちょっと行きたいっすね、みたいな。うんうん、パラちゃんが言うのが、チャンスらしいんだ、やっぱりね、うんうんうん、その、奥さん厳しいからさ、うんうん、なかなかその、飲みに行くことはできても、うん、なんかちょっと遊ぶ的なね、うん、ことはできないと、うんうん。で、まあ私と一緒に行ったら、まあ一応その、まあ、ネタじゃないけどさ、うんうんうん、なんかその、と、ね、うん、いろいろ話、まあできるじゃない。うんうんうん、ね、うんうんうん。で、いや、どうしてもちょっと今日行きたいんですよ。いや、でも混んでるから無理よって言ってたら、うん歌舞伎町にあるんですよ。うん、そのお店がね、うん。で、そんなことをその店のとこで話したらさ、客引きのさ、うん、人にこう声かけられてさ。ほうほう。ね？で、相席屋、ちょっと混んでるみたいですね、うん、みたいな。うちもちょっと同じような感じのお店やってるんですけども、うんうんうん、どうすかって言われて。へぇー。で、聞いたらさ、うん全く同じシステムの。うんうん、流行ってんのかな流行ってんじゃない名前忘れちゃったけど、でも相席なんとかみたいな、もう。やっぱあるんだね、今ね。うん。で、お店なんですけど、うん、システムはもう相席屋さんと、うんうん、全く同じで、やらせてもらってます、みたいなことを言われてさ、うん。で、その時点でもなんか、いや、ちょっと怖いなと思った、私ね。うん、そのなんか、ねえ、怖いじゃない客引きの人についてったら、そのぼったかれるみたいなさ、うん、そのイメージがさ、うん、あるし、現に歌舞伎町行ったら、今すごいからね、その、客引きに注意しましょう、みたいな。あるんだ、実際。アナウンスが。うん、なんか女性かなんか、もうストレートよ。うん、客引きには、騙されます、みたいな。あそんだけは多いってことだよね。もう、騙されるかもしれませんとかじゃないのよ。うんもうはっきりと言い切ってるぐらいのアナウンスがバンバン流れてたりするから、いやもうなんかちょっと怖いし、うん、なんか似たようなお店だとさ、うん、なんか怖いじゃない、それも。うん、うん、で、いやもういいです、つって言ってた。そ、うん、したらもうパラちゃんがそれにすごい食いついちゃってさ、うん、え同じなんすか、うん、怖い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 。怖いなもう、怖い。ほんまですかみたいな、うん。料金は同じですかほんまですか加藤さん、行きましょうやつって。いや、怖いよ、パラちゃんつって。客引きの人はあんまりね、まあ、全員が全員そういうさ、アウトなお店じゃないかもしれないけど、それちょっとやめた方がいいと思うよつって。ねつって言ったら、いや、彼は多分大丈夫と思いますわ。何を根拠にかわかんない。わかんない。行きましょうやって言うの、いや、やめようよつって言ったら、
ほんまお願いしますと。うん、行かしてください。うん、ガンガン頼む。その客引きよりも私に頼んでくるわけ。バラちゃんが。客引きの人の前に来て、私にこうガンガン頼んでくるわけよ。ほんまもうこんなことあんまないんで、でもうちね、奥さん厳しいし、うん、このなかなかこれ行けないんで。いけないんで、ほんま、もう30分だけ。うん。30分だけちょっと行かしてもらえます、うんうん、せっかくここまで来たんやないですか。と。片山さんじゃないよね、片山さんじゃない喋、うん、り方がちょっと。そうそう、家でカップラーメンが食べてないのよ、一人で。ちゃんと家庭があるね、パラちゃんは。うんうん、ほんまお願いします。うん、いや、でも、じゃあ、こうしようと。うん。ね、そのままその客引きの人に連れて行かれるとちょっと怖いから、うん、なんか場所だけね、まあ、とりあえず聞いて、うん、で、自分らで見に行こうよと、二、うん、人で、うん。そのままなんか連れて行かれたらなんか流れでさ、うん、入んなきゃいけなくなってその、なんか怖いから。冷静だね。そうそうそう。うん、で、それだったらいいよ、つって、うん。とりあえず見に今行こうか、つったら、うんうんうん。じゃあ、とりあえずわかりましたと、うん。うん。見に行きますわ、みたいなことを言って、二、うん、人でこう行って、またバラちゃんバーッと入ってってさ。はいはいはい。したら、ま、そこも、まあ、それなりに混んでるのよ。おー。ね。じゃあ大丈夫だ。で、ばーっと行って、まあ、これで、まあ、ダメかもしれないなぐらい人が並んでんの。そこも。そこも？そこも。んで、パラちゃんばーって行ってさ、帰ってきたらさ、入ります。それじゃ並んでんのは男女も、うん、ほぼ男だね。ああ、そりゃそうだろうな。男、女の人が並んでないから、これどうすんのかなと思ってさ。うんうん、で、行ったら、行けます。行ったら、なんか、その、パラダイスだとね、うん、気づいてもらえて、うん、特別に入れてもらうことが、できます。そうなんだ。いや、それもいい、もう、だからもう、それでも。どこで使ってんだよ、誰とかは。また、その、角のね、なかなかこの、人目につかないような、席に行かせてもらうことができましたわ。うるせえな。じゃあもう行くかと、30分だけよつって言ってさ、おめえも行きたかったんだろ、カッコつけてんじゃねえよ性欲のモンスター。いやだからさ行きたいけど、私は行きたいけど怖いなってのがあった。行きたいけどじゃないよね、その立ってたんだろお前性欲のモンスター。だから二人してさ、股間を抑えながらさ、いや古い仕草、いててててつって言うからさ、そういう年じゃねえだろ入ってってさ、うんうん、で、まあ、席着いたら、まあ、すぐには、この、相席にならないんですよ。で、二人でね、この、とりあえず、席座って、な個室っていうか、半個室みたいになってんだよ。その、一つ一つの席がこう、仕切られてて、ね、六人ぐらい崖のテーブルと椅子が。で、この、すだれみたいなのがかかっててさ。で、まあ、ちょっとまあ、見えづらくなってるみたいな。感じなところで。まあまあ、人の行き来とか見えんのよ。うんで、なんかそのドリンク作るコーナーみたいなのあったりとか、結構店の中で行き来してる人が。うんうんうん、ね。まあそんな中で入ってってさ、で待っててさ、どんな子が来るかね、みたいな話してて、楽しみですわ、みたいな話してて。でもパラちゃんが、ただその、ちょっと、おとなしく普通にお話ぐらいの感じで、うん、今日は行きましょうや。行きましょうって言うの、うんうん。やっぱりその、あんまりこのね、うん目立ちすぎると、ツイッターとかなんかいろいろあるじゃないですか。うん、だから、その、奥さんに、うん、バレる可能性があると。いや、だってもう喋ってるじゃん。私も喋っちゃってるけど、うん、いや、だからその、こんなことしてる、行ったぐらいだったら別にね、いいと、春日と一緒に、そういうとこ行ったはいいけど、こんなパラちゃんが暴れてたみたいなさ、話になっちゃうと、ちょっとね、大変になるから、普通におとなしく飲みましょう、みたいな。こと言って、まあ全然いいよ、つって。で、20分ぐらいかな、来たのよ。女子が、3人。こんばんは、なんつって言って。普通、入ってくるのよ。んで、入ってきた瞬間にそのさ、中の一人がさ、あみたいな。うん、ね私無限大とかすごい、行ってるんですよ。うわ、がっつりじゃん。がっつり。もうライブとかもネタとかもすごい見たことありますし、見たことあるとかレベルじゃないのよ。もう来た瞬間にもうパラちゃんだって気づく感じで、これどうすんのかなと思って。そしたらもうすぐよ、パラちゃん瞬発力があるよ。パラ
ないっす。すごいね。もうラッキーという方で撮ったのかな。もう。もう結構前回ぐらいの。店に響くぐらい。いやー、すごいなー。ナイスってやって。で、バーッとこう盛り上がるじゃない。んで、これだ。で、わーみたいになってさ、他の二人のも気づいてさ、わーみたいになってさ。で、ずっとやっててさ、これ大丈夫な、さっきね、奥さん大丈夫だからってこう見てたのよ。したらパラちゃんが私に向かって、春日さんも、やんなきゃ春日さん、いや、でもパラちゃんさ、つって言う、やんなきゃ春日さん、何すかしてんすかつって。そらそうなるわ、そら。そうなるよ。もうそうだなって、ごめんねって言って。うん、で、トゥースみたいな。うん、やって、パラダイストゥース地獄だよ。地獄だよ。パラトゥースみたいなさ。何ターンかしてさ。何ターンかすんなよ。盛り上がってさ。うん、盛り上がってんだよ。で、まあ聞いたら埼玉から来たみたいな、わざわざね、うん、大宮ぐらいから新宿まで、その店に来たっていうわけですよ。うんうんうん、女子はお金かかんないからね。うん、男が、まあ、30分1500円ぐらいなのかな、うん。飲み放題で払って女子はタダみたいな感じでいろいろ話して、まあ、その嬉しかったんだろうね。パラちゃんもね、盛り上がって、うん。そっからなかなかのその、質問をするわけですよ。うんうん、今まで何人ぐらいとそのね、うん、ネタのみたいなこととかバンバン聞いて、まあその子たちのノリがいいから答えてくれてさ、はいはいはい、盛り上がってさ、はい、まあまあ私もね、うん、楽しかったわけですよ、うん、いい方向になんか転がったなと思ってね、うんうんうん、そしたらパラちゃんがじゃああのこれゲームしょ、うんうんうん、って言うのよ、うん、ゲームってなんだろうなって思った、うんうん、ちょっと待ってっつって言ってカバンからさ自分のカバンからさ、うん、ゴソゴソってやってさ、うん、トランプ出してきてさ何でトランプ持ってんだよね、持ってんだよ、つって。いや、もういざという時のために、うん、一番カバンの底に入れてあるんですわ。何なんだよ、その中からさ、5枚カードをさ、出してさ、このね、キングを引いた人が王様で、わかりやすい。王様ゲームね。もうストレートの王様ゲーム。うん。キング様ゲームやりましょうやみたいな。ちょっと変えるのちょっと変えるのね。ちょっと変えて、ああ、いいじゃないっつって。やろうよ、みんなでっつって言ってさ。うんで、やってさ。で、まあなんかこの、ね、何番、ハートの何とかが、何番が何番に、そのスペードの何とかに、唐揚げを食べさせるとかさ。はいはい、いろいろやってってさ。はいはい、何番にその、氷を、口移しで渡す、みたいな。ところで、まあやってばーっとこう盛り上がってさ。んで、あっという間に2時間ぐらいですよ。ああ、やって。ね、やって。うんうん、で、もう、そろそろ、帰ろうよと、うん、なってね。うん、じゃあ、もう最後に、最後の一つやらせてください、つって、うん、次、でしたらバーって引いてさ、パラちゃんがキングだったのよ。うん、じゃあ、もう最後なんでね、キングと、ハートの4番が、うん、ディープキス、うんうんうん、なって。一番過激な。一番過激、最後だから。うん、ハートネームは私だったんですよ。地獄じゃねえかよ。地獄よ。ベタでしょね。いや、ベタでしょって自分で言うなよ、お前。いや、それでさ。それなんか、うん、王様ゲームが男同士なんて話も久々聞いたわ、もう。しょうもない話だ、これ。これでさ、もう障害もいいよと。ね。言ったら、パラちゃん、いや、これもやらなあかんす。そうだろうな。今まで、ね、今までこのね、やってもらって、いろいろ春日さんも口移ししたでしょつって、これやらなあかんすって言ってさ、やってさ、がっちり入れてくんのね。あの人。なんでそれ、あの人。そんな話。春日とパラダイスがディープキスした話。がっちりやってるところを女の子にバシャバシャ写真撮られてさ。それは別にネットに流していいんでしょ、うんうん、いや、ダメだよ。ダメだよ。いや、大丈夫だろ、お前とパラちゃん。ダメだよ。真ん中にちゃんとハートのマークつける。隠してね、生々しいとこは。男の料理。毎週発表されるとても男らしい料理名がどういう料理かを答えてもらうコーナーです。春日さん、今日の料理は尻滅裂丼。
はい、ということで尻滅裂丼でございます、はい、あ、そうだ、この人せっかく送ってくれたんですけどね、名前と住所なしで、うん、選ばれたとしても冷凍食品セット届かないという感じになってしまいますが、読みます、うん、尻滅裂丼、痩せたいと言っている人が丼物を食べた場合、すべて尻滅裂丼となる。なるほどね。なるほどね、うん。確かにと思わされる、うん、メールですね。ラジオネーム、オーシャン。牛丼屋のアルバイトが悪ふざけで適当に具材を乗せて尻滅裂丼と名付けてツイッターに写真を公開したのだが、意外とうまそうとネット上で評判になった。あー。こういうとこから新しい料理、まかない飯じゃないですけど、うん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 、生まれるかもしれないですね、うん、ラジオネーム隣のかきくけこ、尻滅裂丼、取り調べの時に出してはいけない。これ確かにね、なるほどね、これを食べちゃうとね、うん、今供述がね、うん、合わなくなっちゃいますから、うん、ラジオネーム鮭が鮭んだ、尻滅裂丼、ご飯の上にお好み焼き、そしてその上にはイチゴが一つちょこんと乗っている。久しぶりに、ね、いいです、ストレートにね、料理の説明久しぶりにね、ちゃんとね、こう書いてくる。尻滅裂だなこれね、え、おかしな丼だなこれ。尻滅裂じゃねえかそれ。ラジオでも絶対に洗い流さないトリートメント、尻滅裂丼、とても柔らかい肉質で口の中でとろけていく、筋が通っていないから。滅裂丼ということでございます。なるほど、さあ、今回は以上となりますけれども、この中から一番この料理らしいものを選んでください。まあ、ちょっと水曜日ということもあってね、うん、いつもよりは少なめだったんですけれども。なるほどね。はい。で、これにしようかな。お好み焼きの上にイチゴ。うん、いいね、鮭が鮭んだ。原点回帰というか ね、 ね、いいですね。こういうことだっていうね、はい、このコーナーは。本当に、全部読んだけど、うん、これしかなかったです。いや、じゃあ戻そう、はい。料理の説明をするコーナーだからね。おめでとうございます、うん。今月のプレゼント商品は、鉄板炒めビーフピラフ、若鶏の香り唐揚げ、お肉たっぷりジューシーメンチカツ、お弁当肉エビチリくんの4種類が入っております、うん、さて来週ですが、竹田リーの山口からのメールです、今回こんなのどうでしょう。食われることに納得いかないししゃもの命乞い、うん、憧れの先輩の奥さんが丁寧に作ってくれた囚人飯自分より稼ぎがいい後輩の奥さんが薄ら笑いで作った見下し飯さあ、あ、パラちゃん、この中から。パラちゃんじゃないのよ。私。あ、カズガさん、トゥースの、トゥースの。間違えちゃいます。カズガさん、この中からどれを選びましょう。はあ、なるほどな。これ行きましょうかね、うん。憧れの先輩の奥さんが丁寧に作ってくれた囚人飯。はい。ということで、どういう料理か、どういう食べ方か、どういううんちくがあるのかなど書いて送ってきてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン男の料理の係まで。日例の冷凍食品をお送りするので、住所、本名、年齢をお忘れなくお願いします。ここでまたまた業務連絡でございます、来週は生放送です。ご心配なくということです。ただし場所が日本放送ではありません。なぜか広島県の某所で行われます。なのでメールは前の日までに届いたものを使います。金曜日16時までに送っていただけると助かるとつけやぎ場が言ってます。よろしくお願いします。はがきのコーナー、はがきのみで受け付けるコーナーです。オードリーと行くバスツアーのお誘いでございます。愛知県、ラジオネーム爽やか。森脇健児さんからオードリーさんへバスツアーのお誘い、毎度森脇健児です。今年も走る男バスツアー開催しようと思います。よかったら参加してください。まあそんなことはどうでもええねんけど、春日くん、
君、相づちうまなったなぁ。感動したぜ。それから、フィンスイミングで日本代表に選ばれて、ボディビルでもなかなかの成績残したらしいな。ええー、で、カズカ君ええー、で、そのストイックさん、おっちゃん好きやわ。その調子で頑張りや。それから、カズカ君の相方の若林くんやったっけ、君あかんな。テレビ見ててもラジオ聞いてても熱意が感じられへんわ。そういう社に構えてるキャラかもしれへんねんけど、芸能界は素直謙虚感謝やで。スマップに笑いのエッセンス入れて俺が言うんやから間違いないで。まあとにかく頑張りや。ほな今日も KBS 京都行ってくるわ。ありがたいね、あの森脇さんが。ありがたいですね。ね、こうやってハガキを、森脇さんがっていうか、森脇がこうやってハガキを森脇さん、ね、送ってきてくれるの、ほんと嬉しいですけれどもね。さあ、続きまして、ラジオネーム、デレクジーカ。オードリーさんからバスツアーのお知らせ。以下のクイズを全問正解した方の中から抽選で30名様をオードリーと行くバスツアーにご招待します。問1。次のうち、春日が、オールナイトニッポンでしてしまった失敗はどれ？ A、遅刻。B、放送禁止用語を使った。C、栗坂前原といった九州旅行の話で40分間滑り続けた。問2、次のうち春日が体位を変えるとき女性にかけてあげる言葉はどれ？ A、大丈夫？辛くない？ B、あんまり無理すんなよ。C、よいしょ。トイさん、次のうち春日の名言でないのはどれ？ A、 お顔いかがですか？ B、 そら知らんよ。 C、 はなはだ簡単ではございます。嬉しいお言葉とさせていただきます。答えの人がね、バスは簡単じゃないクイズ。全問正解できる？できるでしょ。難問問い3が特に難しいです。そう？ラジオネーム、うん、トッティ。安田美沙子さんからオードリーさんへバスツアーのお知らせ。あ、オードリーさんや、お久しぶりです。うち今度バスツアーやるんですよ。でもうち一人だけやと不安やから、オードリーさんが来てくれはったらなーって思うんやけど。あいうえお高いツアーやけど、かきくけ後悔させしまへんってことやから、オードリーさん来るの待っとりますさかい。いや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 。残念だな。本人？本当に。いや、トッティです。やっぱり。急にそんな、何間の飽きんの感が最後残念。せっかく京都のさ、なんかはんなりした感じだったのにさ。このトッティのさ、センス何これ。安田美沙子さんの京都弁面白いと思うてるセンス何これ。トッティはすごいな本当に。ということで来週も、オードリーと行くバスツアーのお誘い、やらせてもらいます。行き先、お楽しみの食べ物、買い物、参加メンバー、アトラクションなど、書いて送ってきてください。おざのす。はがきのコーナーですんで、はがきのみで受付させてもらいます。宛先は、郵便番号 100-8439。日本放送オードリーのオールナイトニッポン、はがきのコーナーの係まで。はがきなので、特に金曜までに届くようお願いしますわ。待っとります酒井。実録春日学部。はい、ということで春日学部でございます。はい、ラジオネーム菊丸。自分のファンのことをカース女子と呼んでいる。読んでないですね。読んでましたけどね。あ、
でも、うん、お前のファンは自分たちで言ってたけどね、カース女子。いや、確かです。カース女子だっつって。ピンクのベスト着て。赤い帽子に K って書いてある帽子かぶって。あ、そう。うん、あ、それ気づいてないだけかもしれない、私は。あ、そう。カース女子。ね、うん、やめてほしいですね。ね、ね、うん。ラジオネーム KND 神田。怒っている人を見るのが面白くてしょうがない。これは良くない壺の持ち主ですね。怒ってるよと思いながら。ちょっとあるかもね。うわー、嫌ですね。なんで怒ってんだろうなっていう、ね。いや、嫌な性格ですね。最近見ないけどな。上からの先民意識っていうかね、自分はそうやって怒ったりすぐ簡単にしない男みたいな。うん、お前たちとは違うって上から見て笑ってんでしょうね。うん、嫌なやつですね。ラジオネーム、札幌の隊長。黄金伝説のスタジオで照明の当たり方が悪いと言い収録を止めたことがある。いやいや、いや大御所女優じゃないんだからさ。これは結構あの、うん、ロケではよく止めてますけどね、収録。なんてよ。なんか、わーわーわめいて。わけのわからんこと、うん、もうやばいやつじゃん。いや、止めたことないです。止めてないですか。どっちにしても、ロケもスタジオも。ラジオネーム、黄金体験。台所にウォーターサーバーを設置した。ついにジョーじゃねえんだから、お前。うん、ダブルネーム、ジョー。ウォーターサーバー持ってる。ずいぶん前から持ってたよね、うん、あの男ね、昔から。だから、あいつんち遊びに行ってテレビ見てると、うん、ふと、コポコポコポって音がして、ウォーターサーバーから水入れてる。邪魔だね。あと、料理はね、全部ウォーターサーバーで、うん、あのね、あいつよく言うんだよ、自分で料理作ながら、うんうん。料理も全部ウォーターサーバーの水使ってるんですよ。聞いてないのに。自分から言うんですよ。いや、ないです、ないですよ。使ってない。使ってないね。残念ながら。使ってないですよね。うん、マッサージじゃねえんだからね、ウォーターサーバーで。そうだね。うん。割ったとどうぞ、なんつってね、うん。水たくさん飲んで帰ってくださいね、みたいな。今日一日はね。水たくさん飲んで。うるせえな、お前。え俺が次思うとしてんのに。あ、すいません。何お前延々広げてんだよ。すいません、すいませんね。ちょっと楽しくなっちゃって。いつまでもウィニングランしてんじゃねえぞ、日の丸お前背負って。イタリアでやれ。すいません、本当に。ラジオネーム、デレクジーカー。一番したいのは、ボディービルでもフィンスイミングでもなく、うん、芝居である。恥ずかしいね。お前芝居やりたいの？まあ、また、やっぱりね、ドラマね。うん。ドラマがやりたいの？この時期やっぱりね。やってたからね。はいはい、結婚同窓会ね。あ、結婚同窓会。この時期になるとやっぱちょっとうずくものが。いいですか？久しぶりに結婚同窓会のお前の名シーン再現してもらっていいですか？ちょっとお願いしますよ。名シーン何なんだ？ちょっとお願いします。名シーン？名シーン自分で覚えてるセリフをちょっと一発くださいよ。名シーン？ああ。うんを大事にしろよ。ああ、それで、うん、あれ、打ち切りになったんだけど。待って待って待って。CM じゃないよ。こんなんあったな、川に指輪投げるみたいなやつ。じゃあ俺、もう返しとしてやらせていただきます。うん、それ、お前にやらせたんだ。俺だってやりますよ。やってくださいよ。うん。奇跡や。すごいね。いいね。いいね、つけがけは。いいチームだね。いいチームだね。いいチームだよ、これ。どこで出会ったの？それぞれ。どういう出会い？それぞれ。一人一人のその、ね、その一人一人のその出会い。本当よ。このチームの出会いが奇跡じゃない？すごいじゃん。ねえ。いいね。いいね。ラジオネーム、うん、デレクジーカー、うん、新幹線で酔っ払い、うん、客と暴力沙汰になったが、うん、事務所がもみ消した。椅子をね、椅子の倒し方でね、揉めて。いや、俺現場見たのよ。暴力沙汰になったところ。どんなんでした？なんか椅子を倒す倒さないで。で、椅子を倒す、前の人が急に倒したから、春日が飲んでた缶チューハイが倒れたっつって、うんうん、で、春日が、ま、前人の席の人に乗り出して缶で頭をコーンってやつ。いきなり。うん。で、揉み合いですよ、そっから。でも、弱い奴同士の喧嘩だからすぐ収まったんですけど。掴み合いだけで。掴み合いだけ。おーいって言って終わるっていうね。
なんかないよ、どこだったかな、静岡かなんかに、のぞみだったけど緊急停止して、うん、二人とも降ろされてね、静岡県警に連れてかれてました、ね、いやもう事件じゃん。それをあの事務所がもみ消せ、いやそれもみ消せないほどのやつよそれ。うん、ないないない、本来ならね、あってはならないことだったんですけど、うん、応援してくれる皆様大変申し訳ございませんでした。謝罪しなくていいのよ。ないから、うん、来週もメール待ってます。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン。まだまだカース女子がうるさいので春日学部の係で行かしてもらいたいと思います。あのこれもねちょっと広島、行くんでね、金曜日の16時までに送っていただけると我々スタッフ一同大変嬉しく思います。よろしくお願いします。待っております。サーカイ町田市民の里光は水曜日なので今日は来てません。謎の都市町田市、町田市に伝わる謎のいろいろの情報です。ラジオネームジャック。町田市の美容室にあるヘアカタログの表紙は神取忍である。美容室っていうことは女性向けのヘアカタログってことだよね。はあ、みんなじゃあ神取ヘアなのか。かっこいいもんね、神取さんの髪型って。いや、かっこいいけども。男がするんだったらまだちょっとわかる。俺、カンドリさんとデイブ・スペクターはもう髪型超かっこいいと思ってるんだよね。金髪がかっこいいと思ってるじゃなくて。あ、それもあるのかな。単純なところでね。決まってるなって思うの、いつも見ると。ああ、確かにそうだね。デイブ・スペクターの髪型超かっこいい。あれ。あと、瀬川栄子さん。金髪じゃない。超髪型超かっこいいよね。ああ、確かにそうだね。なんか長いなとか、切り立てだなみたいな時ないもんね。もう常にあの、クオリティだもんね。そう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 。ああ、なるほどな。ラジオネームデレクジーカー。町田の運動会の50メートル走の BGM は、悲しみは雪のようにである。ちょっと、どういう歌だったか、ちょっともらっていいですか？いいですよ。うんね、君の肩に、ふふふふ。知らねえじゃん。いつもそれだな、歌ボケん時。やらせてもらってます。最後あれだろ、悲しみが雪のようにふんふん。ごめんと、そこまでしてて最後知らねえのかよ。あれだけは絶対笑うな。やっちゃうんだよね。もし今度色物屋出たとして、うん、ショートコントでやったら、うん、ウケるかな。ウケないんじゃない。自信ないよ。いつも聞くから面白いんだよ。そうよ、うん、改めましてね、構えてやったらウケないよ。そこ知らねえのかい。じゃウケねえか。うん、ラジオネーム小川隆之、作家志望。町田市の乙姫はおじさんの咳払いが流れる。ああ、音は消せそうだけどね。ねえ。女子ちゃんがちょっと怖いな。なんてだろうね。わかんないね、本当におじさんが潜んでても。ちょっと一回音姫録音したいんで、ちょっと咳払いお願いします。うん、ちょっと音姫の。もういいですね。お願いします。うん、いや、それ何すか。それ何すか、最後のふうふうふう。いや、ちょっと咳払い知らないっていう。ちょっと分かりにくい天丼が届きました。返品させていただきます。
すいません。頼んでませんから。すいません、お口に合わなかった。うちじゃないです。あ、違いますか。すいません。もうちょっとわかりやすくさ、ふんふんとか言ってくれないんだけど、ちょっと一回チャレンジしていい？いや、咳はだってあれメロディーがないんだからさ。いや、だから、うん、でも天丼としてはメロディーで来てくれた方が分かりやすいじゃん。うん、ね、いや、そこ、ふんふん関係ないっていう方がさ。なるほどね。ちょっと、どのぐらい分かりにくかったか聞かせて、もう一回すいません。あ、全然もう別物だね。咳とふふふだもんね。急に違う違うものだった、ね。でも俺ね、やっぱりお前の咳って面白いんだよね。うん、いや、何か。すいません。あの、今回ふふふなしで、うん、春日の咳払いの実力だけリトルトゥースに聞いてほしいんですよ。咳払いがいかに面白いか、春日の。ちょっと聞いてみましょう。ああ、全然違う。どうですか、ちょっと、時代的に古いかもしれませんが、今の音源、着ボイスどうですか？久しぶりに聞いたな、着ボイス。まだダウンロードしてるやついんのかな？昔よく着ボイス取りに行ったな。たな、テレビ出たての頃。行ったな。D ちゃんそうだよね、電話ね。うん、あれ何？あとで、ドキドキキャンプのやつね。電話の呼び出し音がね。あれ、なん、里美ちゃんなんつってんの、ドキドキキャンプのあの、着信。なんか言って。わかりました。だ。そうだ、うん、そうだ。着信マンションが、さ、浜間もあるよね。うん。うん。D ちゃん電話するとね、出たと思って喋っちゃうんだよね、あれ、ね。わかるわかる。うん。自分の声喋っちゃうタイプも、うん。なるほど、ね。丸見えだねって言ってると。もしもしっつって。おいおいおい。で、なかなか出ないとき、自分のネタを長きにわたって聞かなきゃいけないけど。俺、何回も聞いてるけど、一回も笑ったことないね。いや、もうそりゃそうだ、自分のネタだし。ちょっと着ボイスにちょっと、さ、席番。席です。メールの着信。あ、まあまあまあ、使ってくださいよ、じゃあ。うん、はい、わかりました。ね、ラジオネーム KND 神田。町田市民に指を銃のようにしてバーンと言うと、ニヤニヤと上着をめくりながら、防弾チョッキを見せてくる。いや、かっこいいな、ちょっと。なるほどね。うん、大阪の人はね、倒れるふりすると言いますけれどもね。さあ、ということでございます。さて、来週は謎の都市、広島でお送りします。果たして広島はどんな場所なのか、有力な情報を待ってますよ。メールアドレスはkw@allnightnippon.com。はがきの宛先は、郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン、謎の都市広島の係まで、金曜16時までにお願いしますよ。あんちゃん、死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと言わないで。オードリーのオールナイトニッポン。他に道なき二人なのに。死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てた。さあ参りやしょう。はい、ラジオネーム88。おい、沖縄出身の AV 監督、勃起しない男優のことをタタンチュと呼ぶこと。死んでもめんじゃないぞ。初めて聞きましたけどね。そんな風に言うんですね。というね、ラジオネームいぶし銀太郎。おい、知る男優、海軍の特殊部隊に任命されるとシールズと呼ばれること。死んでもめんじゃないぞ。
これも初めて聞いたんですけど、正舞台ですね。というね。すごいね。ラジオネームいぶし銀太郎。おい金玉、高く蹴り上げると落ちてくるときに太陽が目に入り取り損なること。死んでもやめてないぞ。金玉に限らずだフライじゃねえんだからというね。ラジオネーム宇宙を大切に。おい島崎敏郎、ペイッと言いながらペイチャンネルをつけること。死んでもやめてないぞ。多分やったことあるぞ本当に。あいつ地方ロケの時にというんで、ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたいニチレイ、日本公認会計士協会、電話王、クレ工業、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キアステーションに全国36局なお送り。さあちょっとまあ来週はちょっと訳あって、まあタイはないんですけども、広島からお送りすることになりまして。そうなんですな。まあちょっとそのつけ焼き場ともね、まあこいつのね、その旅行を兼ねてじゃないですけど、なんかみんなで行きたいななんつって、まあそういうことになったんですけどね。まあそうですね。まあ尾形でね、お好み焼き食べて、本場のお好み焼き焼き食べたいみたいな話になったんでね、広島旅行先広島に決まったんですけども、ただちょっと、まあ、問題1個ありまして、なんじゃ、まあ、ヨシキがね、一人で行きたいって言って新幹線。え、どういうこと？俺たちとみんなで乗りたくないっつって。え、別にみんなで行きゃいいじゃん。いやなんか、つまんないからっつって。あいつらといてもそう、もうビジネスだけの関係で。寂しいこと言う。あ、そう。そうなんですよ。まあだから本場のお好み焼き食べるときは一緒ですけど。それは来るんだ。そこは来るけど新幹線だけはすいませんって言ってました。移動は一人でしたいな。移動は一人でしたいという。そうかそうか。まあまあまあ、帰りは一人だけ、飛行機で帰りたいって言ってましたけど。すぐ帰りたいって言ってましたけど。まあまあまあ、じゃあもうね、ご自由にしていただければ。最近やってなかったですが、前回はね、奥田の車で、まあ、帰って、あ、そうか、駐車場出る前に俺が寝たっていう。相模湖相模湖じゃねえ、川口湖か。ああ、そうか、そうだね。今回広島ですか。奥田のスバルでね。なんか聞きながら帰ったよね。なんだっけ、曲。曲いろいろ聞き、いろいろ流れてましたよね。まあ最近ね、ドラマのね、代表作が流れるCD で、かっこ悪い振られ方が、まあ、流れてて、ね、俺も翌日かな、iTunes でダウンロードしちゃいましたけど。懐かしいな、いいな。最近そんな奥田がね、筋肉マン T シャツしか着ないっていうことで知られる放送作家になろうとしててね、筋肉マン T シャツしかもうここ1ヶ月ぐらい着てない。1ヶ月ももう続いて。確かにそうだね、筋肉マン T シャツだと思ったわ、何週か前に。俺は俺でね、この黒の、無地のポケット T シャツしか着ない芸人っていうことで、始めたんですけど。あ、それ最近でしょ。最近気づかなかったよ、これしか着ないっていう人で始めたんですけど。あ、そうですか。浸透するといいですね、じゃあね。そうですね。まあ、スティーブ・ジョブスみたいな感じですかね、言うなれば。あ、そう、お前はなんかやってんの、これしか着ない芸人みたいなことって。でこの番組じゃ新やめ T シャツしか着ないっていうぐらいよ、普段は、ね、テレビはまあピンクベストだよね。ああ、やってんだな、じゃあな。まあまあやってるっていうか、まあそう、奥田のね、スバルで、前回は川口湖から、星のマークがエンブレムに、まあそうだろうね、ありましたけど。まあまあいいよ、送ってくる。今回ないってことね。今回広島の電車なので、みんなでね、まあ仲良く放送したいと思いますけど、ね。まあ吉木で以外ね。
まあ、しょうがない本人がそう気もするんだから、はいはい、うん、で無理やり一緒にいても気使うしね。まあまあ確かにそうですね、うん、まあまあな、違ったノリでお送りするかもしれないんで楽しみにしていてください、うん、オードリー若林でした。おやすみフィーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。なんでそこ立ってんねん、どけよと思って。いけんじゃん、どけよ漫談いけんじゃない。この世にはいろんなどけよがあります。そのどけよを今日は皆さんに見ていただこうと思います。あ、オードリー若林です。あ、おしゃれ、おしゃれだね。私もね、修羅場くぐってるわけですよ。親父のサングラスのフレームを削る。それに比べたらね、それに比べたらそれこそヘデもない。うまい。自分で自分のことを大事にしろ。 それで、うん、あれ打ち切りになったんだけど。待って待って、でもこっからまた始まるからな、おい。なあおい、もう一丁。日レイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなに、まあちょっと、まあ、水曜夕方締め切りということでね、あの先週言いまして、うん、まあ、タイはないんですけどもね、うん、あの皆さんが一生懸命水曜夕方締め切りで送ってくれたおかげで、うん、こうやって生放送でね、あの放送できるわけですけれどもね。まあそうなんですね。はい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 、本当ありがたい話でね、うん、ちゃんとね守ってくれたから。はいはいはい、うん、で、この間ちょっとネタのその台本とかを、うん、募集したんですけども。ああそうなんですな。なんか読み切れんつって言って、はい、言ってたやつ、あれそうだ、はい、どうなりました。ようやく全部読み切りまして。あ、そう、結局どんぐらいあったのよ。いや、ちょ、数は全部数えてないですけど、もう100とかそんぐらい。いや、紙袋の、うん、なんつったらいいかな、2つ分ぐらい。ああ、うん、すごい量でしたね。相当量ですね。はい、それはね、はい、うん、なるほど。で、結構地方の方とかも多いんで、どのぐらい本気か分かんないんですけど、うん、ちょっとその、うん、あの何人かの方に、うん、その今までのそのあの、まあ、の読んだ上でのですね、うんうんうん、あの2つ目の課題をね、ちょっとお送りして。いいですね。うん、2つ目の課題。だから本当に一生懸命送っていただいて本当にありがたかったんですけども、うんうん、現時点でその連絡がない方はちょっとまた次の機会にという。なるほどね。させていただきたいな。それは、そっか、そっか、うん、その発表を持ってってやつだね。発表を持ってってことになりますね。通過した人は、はい、ちなみに何人ぐらいいるんですか。その、まあ、全体の何割というか、その何分の何というか。うん、ちょっとそれはね、あの、うん、僕もそれ自体数えてないんですけどもね、うんうんうん、まあ、吟味に吟味を重ねてって感じですかね、うん、まあ、通過者がいるってことですね。はいはいはい、なるほど、いいですね。怪人みたいですね、なんかね。そんなに激しいもの。そう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 。だからなんかちょっとその、うん、ドキドキしながらなんですけどもね、うん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 、なるほどね、はいはい、うん、で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、うん、あの今日はあの駆け込みドクターの、まあ、収録、まあ、土曜日なんでね、大体、まあ、いつも土曜日に駆け込みドクターは収録してるんで、あったんですけども、あれ土曜日か、はい、うん、あの休憩、あの2時間の特番撮ってて、まあ、収録がまあ4時間弱ぐらいあるんで、うんうん、休憩が入って、うんうんうん、で、まあ、20分休憩ぐらいがあったんですけど、うんうんうん、その休憩時間中にそのあの終わる時間がね、うん、まあ、あの19時に再開っていう時に、その久本さんも含めてですね、うんうんうん、お医者さん、あの大御所のタレントさんなんかもゲストで来てくれてるんですけど、うんうんうん、春日さん以外が全員揃った状態で、うんうん、あの
5分春日をみんなで待ったんですよ、うん、で7時5分に春日がちょっと現れまして、うん、でなんかそれであいつめっちゃ焦って走ってくるんちゃうみたいな話を、うんうんうん、あの久本姉さんとしてたんですけども、うん、悠然と歩いて、うん、入ってきましてでなんかそのそのなんていうんですかね、うん、内訳聞いたらまあちょっとピンとくる方いるか分かんないですけど、うんうんうん、そのトイレかなとか、うんうん、まあなかなか珍しいんで春日が、うん、時間通りに帰ってこないの、うんうんうん、トイレかなとか思ってたんですけど、うんうんうん、今昔庵で飯食ってたっていう、うん、ナポリタンねもうどうしても、うんうん、やっぱり食べたかったそのボディビル終わって、うん、食べたいものリストの中入ってたからね今昔庵のナポリタンつってここしかないと思ってねいやでもそのいやみんな待たしてるんですよ それこそ総勢で言ったら、うん、もう15人ぐらいですよまあお医者さん入れてそうだねいや5分待ってたしかも、うんみんその予定時間過ぎてるんですから7時5分でそれはちょっと俺は天狗なんじゃないかなってちょっと、うんうん、心配になってちょっとスタッフさんとちょっと相談しちゃったんだけどね、うんうん、なんです何の相談いや春日なんですけど、うん、天狗なんすかねストレートな相談どう思いますぐらいから入んねんな、うん、ストレートに言ったねどう思いますつっていやーちょっと困った顔してる。いやいやいや、それは申し訳ないなって。まさかあんなに揃ってると思わなかったから。でも7時5分だから、うん、揃うだろ、そら。7時で再開だ。いや、中にはちょっとね、うん、その遅れてくる女性が。いやいや、7時って言ったら7時だろ。まあ、若干やっぱ焦りはしたよ。スタジオ入った時。だってそのこんじゃくで食ってたのよ。なんならもう粉チーズかけてる瞬間ぐらいですよ。うん、こっから行ってやろうっていうぐらいの、うん、本格的にね、うん。っていうところで、その D ちゃんが来てさ、うん、ああ、そうだったんだ、うん、そうそうそう、呼びに来て、ガサガサさんつって。ガサガサさん待ちです、つって。なんか、もう、ニヤニヤしてんのいや、だからもう、その時点で、うん、その時点で、うん、その、うん、もう全員が春日のこと待ってるからね。で、待って、うん、じゃあ、で、あ、そうなの？つって言って、うん、その、言って言って、うん、そんなにだから、何、まあ、完全に全員があんなビシッと待ってるとは思わなかったのよ。ああ。その D ちゃんがニヤニヤしながら来たからさ、ガサガサみたいな。で、行ったらまあ、ビターッと揃ってたからね。うん。ちょっとだけはまあ、焦ったけど。いや、あれはまずいよ、うん、まあ。いや、でもあれはね。うん。うん。まあまあまあ、うん、しょうがないじゃん。いや、そう、田中さんブチ切れてたぞ、お前。アンガールズの？うん、まあ別に、奴が切れてたところで。後輩だしね。いや、うん、まあな、うん。まあ後輩なんだよな。うんうん、まあまあまあ、気をつけますよ。まあみんな雑談してましたけどね。うん。うんまあそうね。それどうしたの結局、うん、ナポリタン。な、パックしたの？全部食べたよ。え？じゃあ、うん、春日さん待ちですって初めて聞いた時はナポリタンは何分の何ぐらいまで進んでたの？ね、うん、あーでもね、うん、もうほう、ね、残り3分の1ぐらい。あ、3分の1ぐらい。うん。だから、うん、私の中のナポリタンの流れで言ったら、うん、ちょうど粉チーズをかけて味変えて、うん、もう一つ上のステージ行こうかなっていうぐらいの時だったから、さすがにそれ残していけねえなっていうことで。あとさっき、そのボディービル終わったら絶対食べたかったんだよって、言って上場酌量求めてたけど、うんうんうん、19時再開って決まってるから、うん、関係ねえからな、そんなの。いや、上場酌量私の中でよ、だから。それで許してる。ボディービル頑張ったから、じゃあしょうがねえな、なんて。大人の社会では誰も思わないからな。19時再開なんだから。いやいや、そういうつもりじゃないけどさ。うんうんうん、私の中で、うんうん、それはあったのよ。あ、そうね。こんじゃくね、うん。食べましたよ、だから。まあまあまあ。うん、だから、うん、19時再開だったら、19時再開のつもりで、戻ってこいよっていう話だよ。うんうんうん、まあ気をつけるよ。うん、次回はね。うん。うん、ただ、こんじゃくわんが作るの遅かった。ああ。いや、遅かったとしても、来て、19時まで時間あったら、ラップがなんかかけて、また、帰りに、
チンして食べますんでっていう方法とかもあるわけじゃない。いや、ちょっとはめられた。今じゃかのにあの親父にはめられたな。うん、はめられた、はめられた。ちょっといつもよりちょっと遅かったもん。そういえば。ああ、今思い出した。腹立ってきた。あの、この野郎、あの、髪結んださ。あのさ、こんじゃがの。え、なんでこういう話の時に負け顔できない、うん、なんかもう、超ビビってんだろ、もう。いやいや、罪悪感が湧いちゃって、もう謝れないんだろ、逆に。もうこれもう、どこどこに行くしかないっていうね。あ、そう、うん、そう、ちょっとやっぱりね。まあ、気をつけるよ、次ね。うん。またしたからね。まあ、そういうこともありますけどもね。うん、申し訳ないよ。いや、でも、うん、たまにこの春日が、その、駆け込みドクターで、うん、なんか、VTR、BTR、うん、いけーみたいに言ってる時に、うんうん、本気で怒ってる大御所の人がいるんだけど、うん、でそれを俺見るの結構楽しみなんだけど、今日私ね、あっちの方ほぼ見てないのよ、声から。カメラ見るからね。カメラ見るし。で、うん、うっかり八兵衛の、高橋さんっていう俳優の方、うん、どんな顔してるんだろうなって見たら。あ、どうだった？種類が違うから。あ、時計をつながりであるけど、ちょっと種類が違うんだ。だからその横に広がってとかさ、その集団でいるとかは通れないから、時計を。じゃないですか。うんうんうん、赤信号で一歩出てるやつは通れないことではないじゃない、うん、あ、そうね。通れなくはない。なんで出てきてんのかよくわかんない。そこのまた種類の違う時計をだよね。そうだね、そうだね。うんうんうん、いろいろ、この世にはいろんな時計をがあります。まずは、つって言ってさ。はい、入りがね。この世にはいろんな時計をがあります。その点で分かんないからね、時計って何なんだろうなって思うよね。うん、見てればね、うん。うん。その時計を今日は皆さんに見ていただこうと思います。あ、オードリー若林です。あ、おしゃれ。おしゃれだね。なんか見たことはあるね、なんかね。あ、そう。なんだろうな。ある。誰なのかはちょっと、まあ。ホワイトボード使ってやろうかな、じゃあ。ああ、いいじゃないですか。うん。時計を教えるっていうね。うん、俺、タイガさんがさ、まあ、本人にはちょっと言えてないんだけど、うんうん、昔そんなことなかったんだけど、うんうん、もう、店でちょっと声が大きすぎるのよ、うん、タイガさんが。それはね、その、テンションが上がってた。酔っ払ってってこと？いや、普通の時も。あ、普通は？へぇ。結構、いつもゴンちゃんと、まあ、幡ヶ谷のカフェでさ、うんうんうん、まあそこそここう、なんだろうな、なんか、カフェっぽいカフェなのよ、うんうんうん。だから大きな声出すような感じの店じゃないんだけど、すげえでかい声で、おわっとか言うんだよね。なんかいじったりすると。でも、後ろの、タイガさんの後ろの人が見えるじゃん、俺からは。トイメン座ってたら。ピクってなったりしてるの、肩が。喧嘩の、ちょっとね。でも言えないんだよね。雰囲気になるもんね。うん。それでも言った方がいいんじゃない？いや、思ってたから、心の中では。うん、どけよと思った。いや、どけよは関係ない。こういうゾーンにも入ってるよ。それどけよじゃねえだろって中盤入ってくるよ、こういうの。なるほど、そういうことか。なるほどね。展開していくわけね。うん。いけんじゃないですか。いけるかな、うん、DKY。どけよ。ブンブン。いけんじゃないDKY っつってた。バンバンですね。あのさ、BKB はさ、俺イーガールズさんの番組で、ネタのコーナーもたまに何週かやるんだけどさ、もうブレイク間違いなしで BKB 出てくんだけど、あの人何年 TBS にブレイク間違いなしで出てくんだよ。今年はブレイク間違いなしでもう3、4年やってるだろ、あの人。やってるね。あれ何なんだあれ。何なんだろうな。BKB 、うん、確かにそうだな。ねえ、うん、不思議な人だな、あの人も。まあちょっと始めますか。はい、うん、ね、うん、行きましょう。日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日レイ
愛の大学。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。先ほど、フジテレビで一本グランプリが、うん、まあ、ありまして、うん、それ見てから、ラジオ聞いてる方も多いと思いますけどもね。うんうん、まあ、私、まあ、予選3位という、うん、まあ、非常に応援してくれた方は、もう、もしかしたら、もう、ブチ切れてるかもしれません、これ。もう、うん、今日が本当に、収録で良かったなと思って、もしこれが生放送だったら帰るときにね、出待ちに生卵をぶつけられてる、そうね、王冠の状態だね、知りませんのでね、まあ、本当に水曜日の収録で良かったなと思ってるんですけど、非常に不甲斐ない結果で申し訳ないなと思ってるんですけど、5年ぶりに出たんですよ。あら、お久しぶりです。あ、5年ぶりですよね。おい、で、もうね、5年前の俺どんな感じで出てたのかなと思って、ちょっと5歳若いわけですからね、今より。まあ、5年ぶりだからね。そりゃそうだわ。いや、すげえな、5年前の俺と思って。俺準優勝してんだよ。はあ、2010年、31ぐらいでしょ。ああ、それテレビで2008、そっか、1年ちょっとぐらい出たってことだ。そのテレビに出だして。もう5年前の俺に頭が上がらないほど緊張してたんですよ。うん、多分5年前絶対こんな緊張してないなと思うぐらい。それなんでなの？その。わかんないんだよ。うん、それはでも、だって最初に出た時は緊張するでしょ。5年前の方が。いや、俺ね、そんなに緊張してる記憶がない。滑らない話は人生で一番緊張した記憶があるの。最初に出た時？心臓の音が普通に聞こえてきたんだから。滑らない話。ドン、ドン、ドンっていうのが、もう、ほんと、ヘッドホン聞いてるみたいに心臓の音聞こえてきたんだから。ドン、ドン、ドンって。はぁ、クラブかと。クラブかっていうぐらい。あれ？SE、SE 流れてる。もう天井見ちゃうぐらい。周り確認するぐらい。ドン、ドン、ドンって。人生で1は滑らない話。ああ、それと同じぐらい緊張するもんじゃないなって、最初の一本グランプリを。しかも 31？ いや、こう言っちゃなんだけど、うん、なんか非常に失礼かもしれないんだけど、うん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 、好きだから、大喜利が。なんか楽しみだったんだと思う、すごい。なるほど、ね。で、あとなんか、うん、勝てるわけないと思ってたから、ね、先輩たちに。なんか気が楽だったのかもね。若手っていう扱いだったのかもしれないし。はい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 。レジェンドたちと大喜利できることが楽しみだったのかもしれない。うん、だから変な気負いもないし。ないない、何もないよ。なんか爪痕残そうとか、うん、うまくやんなきゃダメ、まずいだろうとか。うん、だからそういうのもな、もう、楽しみっていう方が勝ってたんだ。うん、言ったら。今回はもう完全に、もう、うん、萎縮してました。それ何が違う？その5年前と、うん、その今回のやつと、その気持ちというかさ、うん、うん、その望むにあたっての？なんだろうな、うん、何なんだろうね。ちょっと自分でも解明できないぐらい緊張してて、前の日の、うん、もう前日から緊張してて、うん、夜ね、うん、あれ？もう緊張してると思って。ほう、前の日の10時頃夜。あれ、もう緊張してると思って、心臓がドキ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 してんのよ。だからエアロバイクの、エアロバイクが脈拍測りながら、漕ぐやつで、耳たぶにね、つけて脈拍が出るんだけど、クリップみたいな。ちょっと俺脈拍見てみようと思って、耳たぶに脈拍のつけて、別に漕がないで、ちょっと横に立って耳たぶつけたら、心拍数が120ってなってて、すぐエアロバイクから降りてくださいのマークがついてたんですよ。もう危ないやつだ。うん。でも明日一本グランプリだと思って、まあ、11時、早め寝ようと思って、11時に、ベッド入ったんですけど、まあ大体、まあ2時まで眠れなくて、これはもうどうしようもないなと思って、まあ、その後、まあ服着替えて、
ちょっと一人カラオケに行ったんですけどもね。なんでその発想になるのよ。緊張してたから、なんかそれを吹っ飛ばさなきゃいけないと思って、うん、そこから一人カラオケに。うん、2時からはい。行ったんですよ、マスクして。帽子かぶって。で、まあ、クレバーを散々パラ歌って。クレバーナイト、一人クレバーナイト。一人クレバーナイトして、それでまあ寝て、うんうん、でまあ、なんとか眠れてね。じゃあよかった。次の日起きたら、まあ、うん、ちょっとだけ声が潰れてたんですけど。いやいやいや、それまずいね。影響出てんじゃないだって。で、一本グランプリまでは声、残っててほしいから、うんうんうん、昼の仕事、別の仕事があったんですけど、うんうん、まあ、春日のボケにまま突っ込まず。いや、頼むぜ省エネ、省エネ運行したんですけどもね。いや、それクレバナイトやってるからよ。まあ、うるせえな、お前とか言う突っ込みはしないでね。うん、ちょっとね、おかしなこと言ってますけども、ぐらいに抑えて。で、現場入ってね、うん、5年前よりこの押すのの、うん、押し方がすごく激しくなってると思うので、うん、とにかく早押しだけ頑張ってくださいってスタッフさんにこう言われたりして、で、まあ本番始まって、まあ本番始まっちゃうといつもこう、話してくれるメンバーの、うんうんうん、そこまでだったんですけど、ただその、なんつうんだろうな、少しのごまかしも効かない、メンバーが袖に固まってるのの空気がすごいね。うん、もう、本当に、うん、もうレザーボアドックスみたいなさ、みんなスーツ着てるし。なんかもう、どうしたって内面騙せないみたいな、うんうんうん、その、猛者が揃うじゃない。うんうんうん、でそれで、始まって、最初は、まあ、オンエアあれですけど、うん、B ブロックだったんで、うんうんうん、採点から始まるんですけど、うんうんで、採点して、うん、あ、そう、すっごいレベルが高いのよ。うんうんうん、高かったじゃない、A ブロックが。もう、そうです、そうでしょう。で、B ブロックに変わって席をね、うん、入れ替わるときに立ったら、うん、ちょっと歩きにくいのよ。なんか、うん、あれ歩きにくいな、と思って。うん、なんかこの軽く多分腰抜けてたんだよね、多分ね。なんか歩きにくいな、と思って、あれ足がなんか、うん思うように前に出ないなと思って、なんか移動するとき席を。でもそれでももうやんなきゃいけない。私もね、うん、修羅場くぐってないわけじゃないですからね。そりゃそうですよ。大井競馬場から、うん、敗者復活して M1 とかも経験してるわけですから。2008年。うん、7年前だね。メガネのフレームで、G 行為もしたことありますしね。修羅場だよ。うん、自分で。修羅場くぐってるわけですよ。親父のサングラスのフレームを削に。それに比べたらね。それに比べたら、それこそヘでもない。うまい。それに比べたらもう、って自分に葉っぱをかけるんだよ。もうそうしないともうね、崩れちゃいそうだから。頑張れ頑張れ自分と。で、一問目が出てご覧になった方はいると思いますけど、うん、カルタのお題で、ケというお題で、うんうん、なんか古代日本の格好した袋、うん、大きな袋を持った人がウサギを、ウサギとなんかこう、まあ、手を繋いでるような絵で、うんうんうん、で、袋があったんで、検、うん、便回収しますっていう、ケ、うんうん。これなんかね、こうね、うん、自分にの、こう胸に、こうペンが進んでいくときにね、うんうんうん自信が湧いてきたんだよね。おそこで。素晴らしい。うん。おでね、うん、これ自信あるな、検便回収しますと思ってね。おう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 一番と押して。おぉ、行ったね、うん。で、出したんですよ。うんうんうん、したら、うん、7だった。くぅ、痺れるね。もうパニック。これが、せめて8、9。うん、だったら、うんうん、もうちょっとっていう感じで、うんうん、もうちょっとの上のことだなって思えたんだけど、うんうん、7が出た時もパニックです、うん。自信あったしね。自信あったから。うん。直前で腰抜けてるしね。うん。うん、で、1問目で1本が1回しか取れなくて、うん、2問目の真ん中あたりでもう本当に、うん俺どういうタイミングでフリップ出してたっけっていうのもわかんなくなるぐらい。あれ？と思って。読みながら出してたよな、昔から。ダイナマイト関西とか、うんうん。5年前の1本でもと思って。俺こんな風に。
に出してたっけなみたいな。もうパニックだね。うん、声の量ってこんぐらいでよかったんだけどみたいな、もう、もうパニック。うん。で、まあ、うん、最終問題がそのままファーンって終わってたんですけども、不思議なもんだよね。で、うん、決勝前に、たまりに帰って、タバコ吸う人多いんですよ。ああ、はいはいはい、はい。で、皆さんタバコ吸ってて、うんうん、俺タバコやめたの10年前の26でしたけど、うんうんうん、その久しぶりにタバコ吸おうかなと思って。誰かに一本もらってもうタバコ吸おうかなと思って。そうで、やっぱ輪の中にいないとね。そう。うんで、まあ、終わって、楽屋で大輔とか、うん、岡田とか、マネージャーもいて、うん、本番前に、福田さんもそうだけど、うん、スタイリストの。うん、あの本番前に大輔とね、うん、大輔、うん。まあ、俺がもしも、3本ぐらいで、中途半端に終わったらごめんな、っつったの。うん、そしたら大輔が、うん、何言ってんすか、若さんと。うん、ね、うん、?10 本ぐらい取るんじゃないかなと思ってますよ、みたいな。うん、10本は無理だよなんつって楽屋出たんですけど、うん、まあ、4本だった。3本でもなく、10本でもなく。うん。したらもう楽屋の空気すごかったぞ、帰った時。お、そう？そうなの？あれぞ、どう声をかけていいか分かんないってやつだったよ、みんなが。ああ。重いってこと？重い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 。で、もう着替えなきゃいけない。靴下脱いだら、靴下もうびっちょびちょだしな、もうな。まあまあね、うん。うん。しょうがない。戦った、まあ、証だから。で、家帰って、うん、まあ、眠れないんですよ。うん。で、まあ、10時ぐらい、12時ぐらいにベッド入ったんですけど、寝れないから、まあ、うん、まあ、1時頃、まあ、まあ、その、うん、飲み行こうと思って、一人で。あ、まあ、もう俺沖縄料理が好きな好きで店あって、うん、もうほんと深夜だけど、もうゴーヤチャンプルとか沖縄そばとか、もうシークワーサーサーとか一人で飲みまくって食いまくってそのまま寝てやろうと思って。あら、よくないよ、その寝る前にそんな、ね。でももうダメなんですか、メンタルがボロボロだから。うん。して、外出たらもう、台風直撃の日でもう、街しっちゃかめっちゃかな。でもう、早々にビニール傘もガーンって裏返って。俺、びっしょびしょになりながら沖縄料理や着いたら、うん、あの、台風が来るってことでもう、早めに閉店してて。くぅ雨戸とか頑丈に閉められてるんですよ。うんうん、絶対やってないね。うん、で、くーって言って、まあ、泣いて、それで、スーパー行って、うんうんうん、一番高いパックのフカヒレスープ買って、あら。で、家帰って温めて、うん、飲んで、うん、で、また2時半ぐらいに、ベッド入ったんですけど、寝れなくて。うんうん、あら、まだ、うん、で、まあ、3時、うん、また同じ店に一人カラオケ行きました。結局、うんおでもこっからまた始まるからなおいなあおいもう一丁いやいやさ、うん、ちょっと大喜利やるんじゃないよ大喜利いや大喜利よどういうことよいや今話したろ CM 中になんてよちょっと大喜利のお題考えて、うん、大喜利やるからっつって今、うん、いや運じゃないよなんでいや、私のトークのところでしょうが。ああ。いや、ああ、じゃないよ。で、奥田タイムは、わかりましたじゃないんだよ。お題考えますじゃないんだよ。うん。頼むよ。うん。ね。わかるけどもね。次に向けて。うん、練習っていうかその。いや、ちょっとでも時間があったら、大喜利の練習して。時間はないんだよ。君には時間はないんだ。なんで？いや、なんでじゃないんだ。質問することがおかしいだろう。いや、私のお話の。今度から春日のトークゾーンの時に、うん、机の下で漫画読もうから。いや、つまんねえ授業じゃねえんだからさ。いや、つまんねえ授業だよ。いや、つまんねえ授業じゃない。少なくとも授業ではないわ。つまんねえ置いといて。うん、頼むよ。うん、ごめんごめん。うん、そんなも手短に済ますからさ、こっちもさ。頼むよ。うん。若林さんさ、うん、相席やって知ってるかいあれそれ話、うん、相席やってあの居酒屋のやつ、うん、そう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 いやあのクジラとゴンちゃんが行ったっていう話は聞いたことある、うん、あのクジラはもう結婚してたんだけど、うんうん、やってるね、うん、相変わらずね
クジラさん大変みたいよ、うん、最近女芸人くどいてて、うん、なんかそれをなんか、うん、誰かの耳に入ってなんかの番組で、うん、あのドッキリ仕掛けられて、うん、あそう、うん、そこまで大掛かりというか、うん、であのがっつり引っかかったんですそんなことなってんの、うん、でまた揉めてるってこと揉めてる。いやもうてっきりさ、まあ最近あんまクジラさんの話し聞かないからさ、若林さんから、うん、もうてっきりなんかちゃんとね、うん、またこの真面目にというか、うん、一回こう揉めたじゃないですか、うん、家で、うん、もうそっから改心したかと思ったけど全然してない。今ね、うん、あの自分のね、あの親が持ってるビルがね、うんうんうん、あの前面のね、うん、改装、あ建て直してんのか、新築一回壊して、うん、あそう、マンション、ね、うん、だからね、うん、マンションのね、うん、あのマンション側から、うん、ちょっと近いところに下ぐらいノブとしてつけたんじゃなくて、うん、ノブじゃないね。へえ、うん、鍵とかなんじゃないの本当は。鍵、うん、どういうことで鍵。いや例えばそのフェラしたら鍵かかっちゃって開くとか、そのなんフェラ認証っていうかさなるほどね、うん、指紋とか。何がなるほどねだよ、調子こいてんじゃねえよ申し訳ないそういうシステムとしてつけてくれたんじゃないのかな。じゃあ取っちゃったよ。だからそういう、うん、その何されることっていうよりも、うん、後処理に時間かかるのはやっぱ腹立つな。ああ。後に残るみたいなさ。まあでもなんかもうちょっとしょうがないよな、うん、いたずらっていうのはな。で、そのこのラジオでも話してないようないたずらもやっぱりあるの、うん、でもなんか黄金伝説の漁港ロケで起こしに行くたんびに、うん、なんかやっぱお土産みたいな置いてあるもんな。もう毎日来るやっぱり。毎日ってことはないけどね。うん、まあ一週間に何回かやっぱり。うん。うん、置いてあるよね。あ、そう。うん。だいぶ減ったけど。だから、いたずらもあんまないけどね。最近はあんまないんだ。最近はないかな。だから、久しぶりだったから、ああ、余計腹も。っていうね。まあなあ、うん、考えてやるんだろうな、あと処理ね。うん。っていうぐらいで、まあ、ほとんどないですよ。その何かに、うん。うん。本気で腹立つみたいなことは。ああ、そう。うん。そんなにそのね、AD さんを怒鳴るみたいなことももちろんないですよ、だから。ああ。うん。なるほどね。だってないでしょ、言っても。そんなに、うん、切れるってことは。なんか、うん、俺いつ、昔もちょっと言ったことあるんだけど、うん、すごい人に対して、うん、あの街とか歩いてて、うん、みんなどのぐらいも、どけよってすげえ思うんだよな、街歩いてると。どけよってどういうことですか。まあ、集団で道塞いでるとか。いや居酒屋から出てきて、うん、飲み終わったばっかりで10人ぐらいで店のとこでたまって超でかい声で話してて道いっぱいに広がってるから、うん、その真ん中を通り抜けるとき向こうテンション上がって大声だから耳元でいやーみたいな声出されてうるす、うんうんうん、どけよって思うのすごい。ああなるほどね、うん、みんなどのぐらいどけよって思ってんのかなって思って。それはまあ、どけよと思うよ。思う？うん。それ、にこやかに見守れないよ、さすがに。ああ、そう。うん。いや、昔からなんだけど、まあ、何回も言うけど、うん、コンビニで、飲み物入ってる、開けるガラスのとこの、直前のとこで選んでるやつ。どけよ、うん、と思って。50センチ間開けるだけで、入ってもいいスペースになるわけじゃない。まあね。あとスーパーで、家の近くのスーパーの歩道が狭いんだけど、買い物し終わった後、買い物袋カップルが片手持って腰に手回して、ゆっくり歩いてんで、どけよと思って。こんなにどけよって思うのかな、みんな、と思って思うんだよね。あとお会計、お店でお会計するとき、一人がおごるんで決まってんだ、払うやつは。したら、残りの奴らはレジンとかいないで、外で待ってる、どけよと思って。なるほどね。いけんじゃん。どけよ漫談いけんじゃないの。いけるかな、うん、どけよでさ。ブリッジが。なんとかなんとか。今更俺さ、うん、どけよつって爆笑来たところでさ、あんま嬉しくねえよ俺。受けたとしても、まあ、あとなんか、単調だよ、ネタとして。いや、それはなんかさ、抑揚つけてもらった。いや、そんだけあるんだったらってことよ。
ね、どけよって思う、どけよの種類がそんなにあるんだったら、うん、5分ぐらいの漫談いけんじゃないのって思うよね。あ、そう？うん。ああ、それだったら、まあやってみてもいいんだけど。ああ、まあ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 。街いっぱいになってたの。うん、あの、海外の人の観光客とか。うん、街に。街の案内図みたいな、ボードみたいなのあるじゃん。あそこなんかすげえテンション高くなりながら、観光ブックも持ちながら、なんか、おー、なんとかなんとかとか言いながら、道いっぱいで話してんで、多分ここがなんだって、どけよと思って。まあね。わかるわかるよ。わかる。うんうんうん、ちょっとこう開けてあげるとかみんなのね、譲り合いの精神があって、うん、それがすごい、なんでどかないことがこんなに腹立つんだろうと思うんだよね。みんな多分こんなムカついてないはずだと思って。ああ、でもそん、まあどけよと思うことはあるけど、うん、そんなにポンポン出てこないよね。ああ、だからほ、うん、そんな深く刻み込まれてないっていう。だからその集団でなんか飲み会のあたり道路広がってとかもちろんあるけど、で車左折するときもさ、うん、赤信号で待ってるやつがさ、縁石あるだろ、うんうん、一歩だけ車道に出てるやつがいるんだよ。その一歩出ることでお前のその目的地の到着時間が短縮されるのかと思って、うん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 、なんでそこ立ってんだよと思って、どけよと思って。いや、なんでそんな笑ってんのよ。いや、すぐポンポン出てくるなと思ってさ。いや、だって、違う違う、その、いや、わかるよ。後ろから押されて出ちゃうじゃないじゃん、あそこって。なんでそこ立ってんで、どけよと思って。で、そのなんか、何の意味があんだよと思って、縁石から、お前がその、早く行きたいっていうのがもう一歩に現れちゃってんじゃんと思って。もう俺の、競走馬がゲートにガッチャンガッチャン当たっちゃってるみたいなもう、イメージなのよ。なるほどね。バカなんじゃないのかと。誰にとっても得ないし、お前も別に、うんうん、その一歩で別に早くつかねえし、と思って。まあ確かにそうだな。もうそれ、一日朝見ちゃったらもう二日は機嫌悪いもんね。やっぱ毒用漫談やって、発散させた方がいいよ。でもなんか2日引っ張ってるんだったらもう、いやでも俺結構今4つぐらいエピソード出して、うん、うんうん、まあ奥田の反応見るとあんま受けない。いやそんなことないよ。お前なんで俺に時計を漫談で R1 出さそうとしてくんだよ、うん、やっぱり似合うからよ。時計よって言ってるのが見てみたいなっていうね。時計よって思わない、なんでそんな無神経なのと思って。まあまあ思うよ。思う。歩くの遅いよね。うん、みんな。お前早い方、お前の遅いか。私は、まあ結構早い方。なんで早いんだよ、お前漫才で遅いのに。反動だろうね。やっぱギャップや、ギャップ。なんで早いんだよ、歩くのが。じゃあもっと漫才の時も、早く来いよ。これね、そう、結構早く歩けんのよ。実は。あ、そうだぞ。うん、まあだから別にゆっくり歩く なんか目的地にのためにバーと歩くよね、私もね。ああ。そんなにゆったりは歩かないから街でね。だからどけよと思うことあるよ。ああ、やっぱりある。広がってさ、二人までだなって思うよね、広がるのは。ああ。三人とか四人で横になってさ。ああ、いや、いるよ、いっぱい。うん、一人後ろに行けよと思うよね。21で。そうそう、21か22だな、4人だったら22、うん。で、1人、その3人並んでるやつのうち、1人喋ってなかったりするからね。それは。うん。じゃあ3人横に並んでる意味ねえだろ。どけよって思うけどね。やっぱ似合わない。似合わないでしょ。これやっぱり。やっぱ若林さんのものなんだよ。だからやってほしいのよ。じゃあやるよ、じゃあ。じゃあやるよ。やって、そうね。イベントでやった方がいい、それとも、このラジオでやった方がいい、まあ、せっかくだから、このラジオでやってくれるんだったら。じゃあ、今度、ラジオのイベントが、またどっかであった時でやるよ、どけよ漫談。いや、それはもういいよ、なんか、すげえ先の話になりそうだし。そう、急に。ビッグスモールとタイガの間に挟んでくれない。いや、ダメよ、やりやすい空気作っちゃ。
こんなビッグスモール盛り上げてさ、うん、それは受けますよ。あ、そう。ダメよ、そんな。ダメ。そんだったらもういいよ。わかりました。やんなくて。じゃあやりません、じゃあ。いやー、思うんだよ。なんかあるんだろうな、自分の中のツボ。切れ線の部分がね。うん、なんで気づかねえんだってところなんだろうね、多分ね。うん、だお前の、あの、楽屋の温度勝手に下げるのとかと一緒なのかもしれない。なんか、配慮してないのが腹立つのかな。あー、そうかも、そうじゃない。ね、なんで気づかねえんだよっていうさ。うん。うん。自分以外の人のことっていうことなんじゃない？あー。うん。うん。いや、そうなんじゃない？お前んちかと思うのかな。いや、そうなんじゃない？うん。うん。でもその赤信号出てる人はちょっとよくわかんない。めっちゃハマってたの。爆笑してんの、一回目から。あの年代でハマる人を初めて見て、なんか、あのノリがちょっとよくわかんないと思うのよ。うん、普通、その大御所の人が、ちょっとね、ムッとしてたりする人いるの、こうやって、春日が。うわーとか VTR、うわーとか言ってると、なんか、怒ってる人いるんだけど、それを見るのが俺楽しみなんだけど。うんうん、もう、なんか、で、俺が大体ね、次の進行行こうとするのに、さあ、続いてのランキングなんですが、って言った時に、うん、待てーとか入ってくるのよ、うんうん。で、まあ、結構それが編集で落ちてたり、まあ、生かされてたり、まあ、様々あるんですけど。あの、もういらねえとこともあって。すますぎんきてる。で、その、急に、もう、春日ってオープニングとエンディングしか喋んないんですけど、駆け込みのドクターは。あの、急に入ってくるのよ、春日が。その、うん、要するに、さあ、続いてなんですが、って言ったら、待てーって急に大声出すから、うん、あの、ほんと、60代以上の方、ほんと体がビカゴってなってる人がすごい多いのよ。うんうん、まあ、そうだろうね。で、そのなんか、うん、同年代の芸人さんとかだったら、春日ってそういう入り方するみたいなデータがあるけど、うんうん、その、考えられないのね。いや、そうだよね。でもそのね、なんかね、まあ、ゆっくり行こうじゃないかよ。待てーって言った後、うん、まあ、ゆっくり行こうじゃないかよって春日が言ったら、うん、高橋さん爆笑してた。なんだろうね。で、なんかね、うん、途中で、なんか、俺は思ったんだけど、うん、なんかその、まあ、ゆっくり行こうじゃないか、うんうん。急ぐ収録じゃなかろうみたいに、春日が言うんだけど、俺はね、そのね、うん、高橋さんをちょっと分析したの、なんでこんなハマってるの、そのね、うんうん、肛門様あるあるが、こう、オーバーラップしてんじゃないかなって。思ったんだよね。ああ、なるほどね。まあ、ゆっくり行こうじゃないかよっていうのが、うん、いや、なんかこう、あるあるとしてオーバーラップしてんじゃないかなと思って。ああ、なるほど。うん、なんか一回高橋さん入ってきてくれなかった、そういえば。一回入ってきた、ね。一回3回ぐらいあったじゃん。うん、まあ、待ちたまえよ、つった。うん。うん、若さん、みたいな、うん。若さん、エンディングは逃げないよ、みたいなこと言ってさ。だから若さんが、その、スケさん。これとこうオーバーラップして自分の中であるあるとして消化されてんじゃないかな。うん。カスさんもね。うん。若さん、カスさん、ヒサスケさん、カクさんみたいな。うん。言って、なんかでね、そういえばそうだ、そうかもしれない。でもね、うん、なんか最後、3回目か4回目ぐらいの時に高橋さん入ってくれたの、確か。うんうんうん、なんか、なんだっけな、気楽に行きましょうよ、うん、みたいな。あ、言ってた、一回。言ってたから、おっと思って、で、うん、私もそのなんとなくその肛門様のね、うんうん、感じでハマってくれてんのかなと思って、うん、そうじゃあ茶屋で団子でも食べましょうかみたいなこと言ったの。うん、それすげえ滑ったよ。じゃああるあるじゃない。あれ？こびてきた感じがしたのかな。寄せすぎ。なるほどね。うん、難しいな。いやー、うん、ちょっと今度スペシャルウィークにね、あの、うん、高橋さん呼ぼうかな。何喋んだよ。何喋んなよ。うっかり八兵衛の裏話。いや、そんなに、まあね、聞きたかないってことはないけどさ。うん、そんなにだよ。あ、そう、うん。そこまで。そこまで。あ、そう。いやー、そうだな、うん、不思議だね。ボギーオロゴンがね、あの、高橋さんに、お前って言ってて、一回話しかけてましたけど。ボビー飛ばしてたな、今日。あれ何なんだろう。ボビーと春日の途中で始まった手押し相撲の応援あるのかな、駆け込みドクター。ないでしょ、あんなもの。
あんなもんどう使うのよ。フルで使ってほしいな。いや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 。いやな、急になんかボビーが、お前の筋肉が見せかけなんだよみたいな。あんなおいみたいな感じもあって、うん。見せかけだろ、本当に使える筋肉なのかつって、うんうん。お前の筋肉こそそうじゃねえのかのが、うん、結構、9ターンぐらいやって、笑いゼロだったんですよ。9ターン、スマッシュゼロ。うんうんうん、あの、温泉でやる何回ラリーが続くか挑戦してんのかと思ったもん。あの、卓球の。2、3、4ってやってるやつかと思ったもん。二人で。うん、まあね。その後真ん中に二人とも降りてきて手押し相撲が始まったんですよ。うんうん、で、じゃあ、一言、言ってやってくださいよ、つって、したらボビーが、うんうん、春日に、うん、モスって言って、春日も返してやってくださいよ、って、うん、トゥースって、うん、ボビーどうすんのって、モス春日も、トゥース、うん、これを大体7ターンぐらいやってね、スマッシュゼロです。素晴らしいでしょ。高橋さん爆笑してたぞ。やっぱそれはやっぱ私とボビーのやっぱ信頼関係あるから。この間釣りのロケ一泊二日で行ってるからね。いや、ちょっと待って。沖縄の、あのカナダから行ったレズの友達の。いや、あんだけ長時間ロケしたなら、もうちょい見応えあるラリーしてくれよ。いや、いやいや。だからゾッとするでしょ、その沖縄のロケがなかったら。もう倍になってたターンが。ボビーがね、あのプライベートの映像で、うんうん、あのワニの足を煮込んで食べてましたけどもね。手でワニの足食べてたんだけど、がっつり足なのよ、フォルムが。なんかこう、うん、皮が剥がしてあるとかじゃなくて、うんうん、ね、そうね、ワニの足手で掴んで煮込んだやつ食べて。うん、すごいよな、やっぱ文化の差だけど。ナイジェリアの料理やってたね、なんかね。そう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 。食べてたな。いや、すごいよな。楽しみだな、親が。俺、でも、うん、ボビー・オロゴンって好きだな。うん。誰が、うんうん、MC やりたいの将来。MC?、うん、別にやりたくないよ。あ、そう。うん。まあ、うん。やりたいやりたくない関わらず、まあ話来ないと思うんですけど。なんで聞いたんだよ、じゃあ。しっけえな男だね。いやいや、でもほら、うん、あれやってんじゃん。うん、はいはいはい、あの、予備校へ行こう。あ、学生ヒーローね。あ、そうそうそう。学生ヒーローちょっと残そうぜ。学生ヒーロー、学生かヒーローズかどっちか。あれだって一応 MC として、だって。あれだって今、全部の、関東圏のレギュラーで一番長寿番組でしょ今ある番組の中で。まあ、ご長寿はご長寿。まあ、スクール革命と同じぐらいじゃない。でしょ同じか、ちょっと。うん、結局。そうよ。うん。うん、まあ、MC っていうか別にあれはね。うん。そんなにこう、振ってなんとかっていうわけじゃないもん。リアクションする人ぐらいだからさ。うん。うん、言ったら何年やってんの何年だ6年目やって6年目か、うん、実際どうなのその 6年やってるとさ、うん、なんかこの何、うん、その春日がさ現場でさ、うん、あのブチ切れてさ、うん、そのフロアのインカムをぶんどってサブに怒鳴ったとかやっぱあんの6年やってるあるよねきっといやちょっとないね期待に応えられなくて今度やるわじゃあそしたら、うん、そコントとしてでしょそれいやコントまあなんかあったらね別にそういうのはないからなあないものもうさ、うん、全然ムカつかないんだろお前生きててそんなことはないよで最近、うん、一番ムカついたこと何最近ムカついたこと、うん、あーなんだろうなムカついたこと、うん、家帰ったらさ、うん、むつみそのドアに、うん、なんだろうな、あれ、うん、接着剤かな、強力な。うん、接着剤で、うん、チンコがついてたのよ。どういう、模型模型っていうかなんか、あるじゃん、そのバイブじゃないさ、うんうん、リアルなさ、うん、あれがついてた時は、うんさすがにムカついたね。あ、そう。取れねえから。がっつり接着剤。がっつり接着剤で。
で、ぐーって引っ張ったなんかゴム製みたいな感じでさ、そのビビビビビビビみたいな感じで取れてさ、そのゴムのあれがそのドアにさ、ついちゃってるわけですよ。だからそれを、もう夜中よ、もうなんとか取りたいからさ、ライターでずーっとこうやって炙ってさ、危ない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 よそれ。溶かしてさ、んでこう拭き取ってさ、一時間半ぐらいかかったよ、それ。それも昔。ノブとして付けられたのかな？ノブっていうか、その、ドアの、その真ん中より下ぐらいだから。ノブではないよね。真ん中よりちょい下ぐらい。真ん中よりちょい